はい皆さん、こんばんは。えー、っと、今日が4月の14日夜の9時ですね。ライブ配信やっていきましょうか。いつも通りね。で、今日日経平均まあ上昇という形で上がってます。今表示しているの周波数なんで冷やしに戻すんだけども、まあ、直近のね窓目、目、ま、う、あ、高値を狙いに行くような動き。ただ、今日の上昇を見る限りは、タイトルにあるんだけどね、やっぱその、ファーストリテイリング。 あれがね、バーンって上がったからね、大幅に。もうだいたい今日の日経平均日本株の上昇はファーストリテイリングの強度がでかすぎる。一 <laughs> 銘柄でどんだけあったっけあの、208円とかね、そんぐらい上げてるからね。はい。261円。ファーストリテイリングだけで261円上がりました。<laughs> はい。 今日の日経平均の上昇分は336円なんで、まあほぼ全てだよね。うん。だからね、上げてる銘柄もあったけどね、下げてる銘柄もね、しっかりとあるんですよ。なのでそこあたりもね、踏まえて分析いろいろしていくから、分析してほしい銘柄があったら、銘柄コードと銘柄名、チャットの方に入れてってもらえると嬉しいんでよろしくお願いします。で、僕に関して言うとちなみに2013年から7年間証券会社に勤めていて最終本テーマに行ってます。で、ボーナスになってね、毎年社長層を取ったりとか、しっかりと実務経験積んできているので、 知識をしっかりと習得したものが今ここで話してるよってふことを踏まえてこれからの僕の話を参考にしてもらえると嬉しいです。あとメンバーシップでテクニカル分析の勉強会やってるんですけど勝てる人かなり増えてきてるんでね。で、今、今、またね10万人通過のクーポン出します。詳細は概要欄の下の説明欄のところにあるのでそれ見取ってくださいというわけで。まあ、いつもの下りは終了で皆さんお疲れ様です。今週もね。はい。やっと終わったね。あの、いい終わり方だったよ。最終ね。<laughs> で、米国株も ま、383円とか上がってるわけじゃないですか。うん。383ドルか。もうビックス指数が下がってるから、怪しい動きに満足してません。はい。まだその下げてくるようなチャートパターンは形成してないんですよね。まあ、詳しくは爆撃戦略さっていうタイトルの動画見とってほしいんだけど、はい。まあ、この状態が続くんだったら米国株はまあしっかりだよねっていう状況だよね。ファーストリー起用、パー度80%だって、そうなんですよ、ヒロエムチームさんね。今日ね、あの、上がってるようで、 まあ全体的に上がってるんだけど、うん。ここだけで、ここだよね。ここと勝者だよね。勝者。もうバフェットさんが、あの、買います、買いますっていうニュースがね、飛んできたんで、もうバーって上がってきてるわけじゃないですか。で、その反面、その、一旦ね、後輩通り回り銘柄の中でも売られた銘柄とかもあったよね。うーん。3087。 えんげんさんです。まあ、今日ね、あの、金曜日だからゆっくりとみんなと話しながらね、あのライブしていきたいんで、みんなよかったらね、あの、銘柄分析依頼外にもいろいろとコメントくれると嬉しいです。よろしくお願いします。で、ドトール。はい。これを100株持ってるって ?100 株だけか。もうちょっとね、あの、持っててほしい。うん。100株はね、あの、ちょっと少ない。やっぱ300株ぐらいは持っててもらわないと、売り上がってくっていう戦法ができないんですよね。 だから、まずそこをねあのどっかのタイミングで、まあ、あの視力がもっとガンって増えたらね検討してほしいかなっていう,ふうに思います。で、一応ここ、レッドゾーン。えっとね、ここからスルスル今、バン万ークに発展してるんだけども、2030円から2098円、そこあたりで売り圧力がちょっと入りやすそうな感じはする。 うん。で、スト、RSI の割れ抵抗ライン抜けてからバンド奥に発展してきてるわけじゃないですか。もうあの、見えてたラインここね。ここ抜け,抜けた段階でも強いと。ストキャスティックス加熱気味のラインに入っただけで、まだ大丈夫だと思う。もうちょっと見よう。バンド奥形成してるんやったらね。うん。えっと、アズさんこんばんは。バフェット法、バズーカ来たね。バフェット法がね。やばかったよね。勝者。あのね、みんなちょっとライブ配信もね、少しね、やり方変えていこうかなと思ったりもしてるんですよね。 あのみんなの分析してる銘柄じゃなくて主力銘柄の全体的な動き見てたりとか、うんあのこっち、こっちサイドでこう出していってね、関連付けてから。糸、はいまあ、中とかも、もうバーンって、ね、4.52%上がって三菱商事、丸紅、丸紅強いね、最近ね。で、双日、ここも強いし、住友商事であったりとか、三井物産であったりとか、まあ、商社関連が大幅高 バンドーク。バフェットさんがやってきてるってことやったらしばらくその材料で動きそうな感じするよね。上昇方向でバンドーク。はい、上昇方向にバンドーク。まあ結構その強めの波動が入ってるから直近高値ライン抜けてきたら、まあちょっと面白いのかなと。で、やっぱし、バフェットさんが買いに来たってことは、ね、ここを割安って思ってるってことっすもんね。あの人だってあの、高値掴みしないじゃないですか。それか、はたき落としに行くのかどうかわかんないけど、うん。 で、えっとね、今日パフォーマンス良かった、まあ、糸中、一番良かったのはここなんで、この受給をね、代表してちょっと見ておこうかなと思うんだけどさ、うん。糸中、PR8.2 倍、PBR1.39 倍、配当利回り3%、受給が7.16倍、78万株の改ざん。 ただ日中の売買高、今日が860万株入ってるから、ほとんどその効いてないし、あの回転してるんですよね。信用取引で買ってる人はいそうな、あの倍率から見るといるんだけど、回転効いてるんですよ。みんな損してないから、うん。だから強いよね。やっぱし。ニコさん、勝者が5%上がるってびっくりしたって、時価総額から見たらね、確かにね、うん。時価総額がやっぱその、めちゃめちゃでかいわけじゃないですか。 住友商事であったりとか、そりゃ5%とか近くとかさ、4%上がるって、まあよほどだよね、本当にね。うん。えっと、なになに森森さん、バフェットさんいただきストーリーのマハラジャ状態ってもうね、<laughs> やっぱしね、投資の神様がね、こう、噛むことっていうか、まあ、発言すると動くよね、どうしてもね。はい。えっと、マネーゴリラさん、JR 九州9142、えっと、 お本日500株2990円で購入しました。3000の壁は重たいでしょうかよろしくお願いします。3000円目の前ですもんね。うん。あれ伊藤、JR 九州ってなんか前、分析してたような気するけど、でも、電鉄株。まあね、高いところはあるからね、もっとね。うん。 行って戻ってきたもんね、今日ね。行って戻ってきたもんね。いや、いここのデッドクロス回避できてるのはでかいんですよ。200日移動平均線と長期の,長期のラインがデッドクロス組むと、まあ、下の方にこう悪いことがその後起こりやすいので、でそのパターンは回避して、今一目の、まあ、上限に沿うような形で動いてるわけでしょ。で、5日と25日のゴールデンクロス形成が入りそうなんで、ちょっと見たいところはあるよね。うん。はい。 もう、もう、来週頭もう少しだけ見て。とりあえずその5日と25日とゴールデンクロスが入るんだったら、教科書通りのパターンで言うと上なんですよ。で、19。えー、っと、29倍か、55万株まだ重たいね。あの、横横の動きになると思う。あの、19が重たい。で、耐着倍率も100倍なんですよ。 っっっっちちゃててるるんんでちょっとその重たさが目立ってるんですよね、まあ、直近のピークから信用改ざん整理されてるからだいぶあれなんだけどさ。うん。はい。辻さん、翔さんライブリツイートしてきたよってありがとう。みんなよかったらその下の方に共有ボタンあると思うんですよ。共有。ライブの,あのこの動画の共有っていうボタンがね。そこで皆さんのツイッターの方に何か一言入れてね。 あの、よかったらツイートしとってもらえると嬉しいです。はい。あの、みんなで拡散してご。どん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 。特にね、あの、インフルエンザのことがあってから、ちょっとあれになっちゃったんで、はい。<laughs> ちょっとね、あの、皆さん、あの、回復、ご協力いただけると嬉しいです。孫切大工さん、FP パートナーズ7388。てか、今日ね、あの、やっぱトビックス強かったよね。あトビックスが日系強かったからさ。 うん、NT 倍率が上がってきましたよね。あの、今日のその、ツイッター見ましたみんな。ツイッターあの、チャートであったりとか、今日動き結構あったんで、チャートとかの画像をツイートしたと思うんですよ。ちょっと動いてきてるよね。うん。えっとね。ん決算やん。俺、これ決算知らないんでわかんないです。決算プレイでしょ ?PTS 見たらいいんじゃないですか今日でしょこれ決算。4月14日って書いてるから。 BTS 見てんやん。決算後の動きなんて、あの、今日のその、パストリとかやったら、結構分かりやすかったけど、わからんで、ね、ほんまに。あのー、基本的にね、FP パートナーの p t s えー、っと、あれ、SBI どこ行ったあった。17%上がってんじゃん。上がるんじゃないのはい、そんな感じです。<laughs> だから、ね、あのちゃんと PTS 見ようね。上がってるからね、PTS で17%。はい。今、6810円です、これん。昨日分析していただいた2トニもかなり上がっていました。金融緩和維持の方針で心配してましたが良かったです。ありがとうございます。あ、ケイさん良かったね。儲かったんかな。そうだ、いつものアンケートもやらないと。はい。あの、PTS の存在をね、やっぱしみんなね、知っててほしい。うん、知らなかった人はね。はい。動いてるからね。時間外で。 えっとね、いつものアンケートやるからみんなね、チャットガンガン回しとって。<laughs> よろしくお願いします。今日、実利、含み益増えた人。今日じゃないか。今週だね。今週一週間だ。今日あの、週間だから。待って、変えないともういけん、文言を。今週ね。はい。えー、っと、含み駅、えー、減。 含み益減含み損、習慣でどういう状態なのか、様子見。はい、今みんなの方にアンケート飛ばしたので、回答してってもらえると嬉しいです。アンケート画面こんな感じね。えっ、ー、と、質問、今週実利含み益増えた人、はい、含み益減含み損、様子見。あの、この4択でいきますんで、みんなガンガン回答してってもらえると嬉しいです。で、0票超える前、とりあえず放置、ここは。 はい、えっと、ハービーさん、今週増えたらちょこっとだけ。あ、よかったっすね。もう1円でも増えたら、あの、もういいと思いますよ。お金増えたら勝ちですよ。減らなかったら勝ち。はい。<laughs> もう1円も重要だからね。やっぱし。うん、1円も重要だからね。で、さっき、その、言ってたんだけど、指数動いてるって。そう、だから、NS 倍率とかも上がってるんですよ。これ、日経平均あることの S&P500 ね。上昇すると日経有利。下落すると S&P500 有利。 イコール、上がると日本株、下落すると米国株よりですよ。っていう風に見るチャートが、今切り上がってるので、米国株よりも日本株の方が今強いんですよ。動き方で言うと。うん。で、かつ、NT 倍率も上昇でしょまあ、今日ファーストリテイリングがガツンと上がったからあれなんだけどさ。あ、ちなみにその、利益取れた人今週、週間でどれだけ、ね、取れたのか、まあ、単日どれだけ取れたのかはい、よかったら、その、チャットで報告してもらえると嬉しいです。 えっと、マチョさん、今週は10万の利益おめでとうございますおめでとうございますよかったっすねうーん。いやー、もうほんと嬉しいよね。ほんとにみんなその取れてくれると。はい。上がれ、SBI 銀行。上がれ全部上がれ全部上がって上がって上がりまくれんほんまに。<laughs> 長期の資産がもっと上がるわ、そうしたら。えっと、点々ナンバーワンさん、長期資産がいい感じに増えてますが、短期銘柄あさり中、日経上がりすぎてる中でなかなかいいんできない。そうっすね。なかなかね、やっぱその、 一部でもいいから、利益確定売りは入りとかなあかんよねっていう水準っすよね、今ね。うん、一部でもいいからね。一応、その、今まで何度も弾き返されてるラインまで来てるんじゃないですか。28,500円でしょ日経平均。で、信用の改ざんも、まあ,あの、増えてるというところで、あの、現金で買ってるっていうよりも、信用でバカすか買ってる人が多いんですよね、めちゃめちゃね。ハイボールさん、45万ほどおめでとうございます。 でおめでとうございます。のんきさん、今週6万6、うん ?6 万千円の実利でした。ナイスです。6万6千円はでかいっすよ、ほんまに。ラーメン何杯食えるのって感じなんだけどさ。はい。もう最高っすね。今週は今日の2800円だけ。全然オッケーもうさらに、あの、ここからね、あのー、うまくね、また上がってくれるんやったら、チャンスはまた来るから。はい、そこで取りましょう。ただね、やっぱその、2万8500円なんだよね。そうなんだよね。みんなどう思うここあたり。 なんかね、またその下げてくんのかなと思ったりもしなくもなかったり、あの5月も近いから、セルインメーっていう格言もあるからね。ヘちゃん、デートレではありませんが、20万と少し実利確保できました。おめでとうございます。切り大工さん、2段に達成おめでとう。200万も利益。最高じゃないですか。卵さん10万利益。カリンとうさん、今週52万利益。ナイスです、ほんまに。はい。えー、っと、成功エプソン6724。嬉しいね。やっぱこうやってね、あの、 あの、アンケート見ても50%以上の人が、やっぱその利益取れてるわけだから、うーん。あと、含み益減の人も8%利益取れてるわけだからね。まあ、6割ぐらいは利益確保できてるっていう状況。うん。まあまあ、とりあえず、あの、まだ1000票超えてないんで放置しとくけど。で、成功エプソンを、ん今週は190万です。ファーストリテイリング最高。おめでとうございますおめでとうございます。最高っすね。えっと、これが、ノブ04タカーの RC 遊びさん、6724成功、あれ 二回目かなコメントを読み上げたのもしかすると、ノブさんです。えっ、ー、と、成功エピソン1902円で1000株。はい。大、ま、体、あ、いいその200万ぐらい保有してるってことですね。1902円で、今日買ったのかなえー、っとね、ギリギリなんですよ。ここ、ポイント。来週。ここ終わっちゃうと、ちょっと下に行きやすいんだけど、 下に行きやすいんだけど、割らなかったらってことっすよね。うん。ストッキャは、こんな感じでしょうマックデで切り上がってる。パラボリック・ゲラクトレインの形成うん。 ちょっとここ終わらないか終わらない、終るか終わらないか問題見ててください。はい。よろしくお願いします。ちょっとね、あの、成功でしょ成功。成功さんでしょ成功でしょうん。200日ラインまで上がったところは、一部売りなんですよね。20%ぐらいでも30、30%でもいいから。で、これまだ解散価値を割ってるので0.9倍じゃないですか。ということは BPS ラインまでは、あの、どっかの段階でいくと思うんですよ。えっとね、どっかの段階でね。 どっかえー、と今が1907円でしょうーんと、2118円あ。だいたいその2100円ぐらい。そこあたりを、どっかの段階で改善するかどうかっていうのを見せて,てもらった方がいいと思う。で、これ、ただ PBR が1倍を万年割ってるのか割ってないかなんだけど割ってないとっ、割ってなかったと思うんだよね。確かこの銘柄は。1倍の水準あるんで、普通に。はい。あるんで、まあちょっと見ながらでいいんじゃないですか。 うん。バリエーションで見たら割安だと思う。短期中、短期で持つかどうかってところで言うと、ちょっとその長めの視点で見ておくってのがいいのかなっていうふうに思います。はい。そんな感じです。えっと、決算良かったに爆下げして安いところで持つた玉と合わせて売り逃げましたって、プラス3600でしたと。はいはい。含みえ引きは幻ですね。暴落前に利益、利確できるときはあったのに欲が出ましたと。あの、ミミさん、次はね、 あのー、なんとかそこあたりコントロールしてから売り上がりっていうか一部ずつこう、売り上がっていくってことをしてもらえたらなっていうふうに思います。はい。何かあった時のね、あの、保険になるからね。やっぱしスライスっていうのは。もちろんその、全部の利益を確保することはできないですよ。頭から、要はその、頭から尻尾、尻尾から頭まで取れないけど、取れないけど、基本的にそんなの無理じゃないですか。土天井を、あの、タ,タイミングよくうまく、 売り抜けるなんて、そんなの何回やって何回できるのっていうところでしょはい。もうあの、10回やって何回できるのって、あの、ド安値で買ってド,ド高値で売るっていうのが。だからそこあたりの確率っていうか、普通のその考えられる期待値からするならば、やっぱし、売り上がっていくっていうことをしてもらった方が、いざ下げてきた時の保険にもなるし、上がった時も、やっぱりその、なんていうかな、持ってるもので楽しめるっていうふうになるわけじゃないですか。 利格は、あの、一部売りは、スライスは、そうは、スライスには損ないです。はい。えっと、玉田畑さん、全国保証。頭と尻尾はくれてやれ。そうですね、数字9さんね。頭と尻尾はくれてやれですね。欲がやっぱし、その、全部狂わせてしまうので,で、全国保証お願いしますと、どこで、な、いくらで買ってるのかわからへん。ただこれ、バンドーク終了後の動きなんで、 とりあえず、ボリバンの中央線25日ラインまでの軌道修正が短期的に入りそうだよねっていう動き方ですよね、今のところ。少し見よう。うん。 マック D ゴールデンクロス形成してくると、なおさらやっぱしこの25日ぐらいまでの軌道修正は入りやすいと思うんですよ。ただここって、ちょっと鋭角に下げてるじゃないですか。一旦ここまで上がったら、一旦少し下がって次の、まあ、あの上昇か、まあ、下げっていう、まあ、波動に入りやすいかなと思うから、短期的なところで見るなら理確ポイントは、まあ、あの25日とか、まあ、そこあたりなのかなと。ただちょっとね、これ断続的なデッドクロス形成が入るから、そこで見なくちゃいけないのが需給ですよね。うん。 長文レントうん、レントを俺読み上げないから大丈夫だよ。はい。レントは僕あの嫌いなので、皆さん覚えとってね。うん。えっと、PR11.4 倍、PBR1.74 倍、配当リバーに3%。で、あの、直近これ。はい、皆さん、質問です。ここ、上げてた理由なんでしょうここ、上げてた理由なんでしょう皆さんに質問します、今から。はい。 皆さんに質問します。なんで全国保障は1月から3月の10日ぐらいかな、まあ、急落する前まで上がったのかっていうところ、そこを教えてほしいです。なんででしょってところですね。まあいろいろとその要因はありますよ。あの3月の10日までまあ日本株強かったねっていうのもあるし、はい。あの、いろいろあるんだけど、そうっすね。うん。 連投が自分だとは思ってないとかって、いや、わからん、そこあたりに関しては。連投コメントはね、ちょっとその、あんまりね、こちら側からすると、あんまりその、気分良くないんですよね。同じコメントばっか、こう、あの、コピーペースト、コピーペースト、コピーペーストってなっちゃうと、すがにね。うん。いつか読まれるだろう、みたいな感じで。ちょっとそういうのはね、あの、ちょっとその、控えてもらえたら、あの、嬉しいな、っていうふうに思います。はい。要はその、僕の立場に立ってもらえたらね <laughs>。 そうっすね、踏み上げですね、社畜 B さんね,、えっと、ね、つなぎも入ってるんですよ、これ、ちなみに、うんだいたいここあたりぐらいから売り算が急増してたんですよ、要はその3月の10日まで日本株は2万8000円一旦つけましたよねで、そこの要は上昇要因って何なのかっていうのを、今まで何度も分解して、あの理論的に皆さんに解説してきた中で、ショートカバーだっていうのが分かってるわけじゃないですか。 信用の売り算が、やっぱその、急激に詰まってたってとことでね。で、これ、あの、つなぎ売りが入ってたんですよ。つなぎ売りが。まあ、単純売りも入ってたのかもしれない。で、売り算が、こう、バチンって、まあ、あの、上がったわけですよね。で、それが、あの、ね、こう、売り上がって、売り方の買い戻しとかも、巻き込みながら、こう、上がっていって、今、こういった風に下がっちゃってるんですよ。売り算が、あの、売り残が急減したからね。ある時期をもって。はい。まあ、配当落ち後だと思うんですけどね。はい。 で、もうあの、これ、ショートカバーもないんすよ。うん。はい。つなぎがつなぎもに聞こえたって、それはちょっとね、あれかもしれない。重症かもしれない。俺の初、俺の、なんていうか、滑舌が悪いのかもしれないけど、僕のね。はい。で、あのー、ということなんですよ。ここからここまでの、要はその上昇っていうのは、ショートカバーが一部入ってたんですよね。下がったとしても、売り方が入ってたから、 それを巻き込みながらこう上がってたと。で、そこでもう今、空売りリさんは繋ぎも終わったんで、もうないんですよね。でなんで、その、上げの要素っていうのが少し減っちゃってる。だからまあ、一旦はここあたりぐらいかなってところを見ててほしいかな。はい。えっ、ー、と、投資家 D さん800円スパチャありがとう。再建仕事と、子育てで生配信かなり久しぶりに来られました。待ったらいらっしゃい <laughs> 今週は根拠のある決断プレイで、50万の実利今週50万でかすぎる でかすぎる役職なんあの、ど、どんぐらいの役職の人のボーナスだろう次長部長クラスの、あの、要はその、お給料ぐらいですよね。はい。皆さんは根拠のない決算プレイをしないようにお気をつけくださいねって、そうっすね。根拠のある決算プレイは僕は全然 OK だと思います。あって、根拠を持って決算プレイやってるんやったらもうナイスです。ファインプレイ。おめでとうございます。50万。最高だね。<laughs> 最高だね。はい。うん。 んつなぎ売りって優待目当ての人がよくやるみたいねって。そうですね。だからその、なんていうかな、手数料部分やっぱ損しちゃうんだけど、その分やっぱその、はい、あの、はい、株主優待もらえるから、はい。そこの変動リスクを、要はカバーしたい人がようやるんですよね。あ、ボラボラさん、スパチャ500円ありがとう。儲かりましたか儲かったんかな儲かってくれてたら嬉しいな、本当に <laughs>。で、まあまあまあ、それはさておき。あの、166に見ましょうかな。えっと、これが、 石油資源開発購入検討しています。分析よろしくお願いします。横横です。はい。横横です。もうあの、これはボリンジャーバンドのバンド幅が拡大しているところから縮小しているんで、あとみんなよかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくね。はい。横横の動きになるかなっていう感じですね。で、この試合の中で上がってないんでしょなんか、なんか弱いよね。 ではその日経平均が28,500円まで、まあもちろんその今日の上げは特定一銘柄、まあ言っちゃうとファーストリテイリングがバチンって上がったから日経平均ドーンって上がったんだけど、一応その指数全体としては上がってるわけじゃないですか。その中で上がってるんじゃなくて、どっちかっていうと下がってるっていうところは、なんかその、あるんだな。で、下げてきた時にはなんかもっと下がりそうだなっていう、なんかそういった感覚が少しあるんですね。あ,あ、ちなみにこれ前分析したやつね。この前のその、 リボナちとレッドソンか。そこにタッチして下がってるんでここはた、ここに関しては、多分予想通りだったんじゃないかなと思いますね。はい。で、そこで、一旦その、上がって下がっ、えっと、ここもあれだよね。壁ドンですよね。一目の壁にしたぶつかって下にズドンパターンでしょいつものパターンだと思います、これは。 えっと、ここも必ずみんな覚えててね。もう覚えてる人ほとんどだと思うけど、下がって、上がって、ボリバの中央線25日までタッチして、一目の壁が目の前にあると、まあ、一旦またそこからね、スルスルって落ちやすいよ。で、今、その上下して、まあ、ここなんだけどさ。これが、おそらく、この範囲内での寝動き、バンド幅狭いんで、横横、要はその、レンジで4705円から4400円の300円レンジの幅の中での動きになりそうな感じがする。とりあえず目先はね。うん。 目先はね。っていう感じかな今、ここで買うか買わないかっていうと、やっても脱し、ストキャ、RSI、MacD は、別になんかその、ここから、ね、なんか上がってきそうなムードっていうか、割安感も別にないし、っていう感じだと思うんですよね。うーん。で、せ、で、石油資源開発の1662の時給はなんぼなのっていうところを見ましょう。えっと、PR が4.0倍、PBR0.6 倍、配取りー7.34%、すごいんだよね。 ただ、信用改ざんが直近その増加傾向なんですよね。この銘柄にしては。まあ、2年内で一番多い。32万株の改ざん。うん、日中の売買高か40万株だから、そこと比べると、まあ、8万株ぐらい少ないんだけども、ちょっとその横横の動きになりやすいのかなって感じがする。もうちょっとその慎重に、なんていうかな、ここっていうタイミングで入ったらいいんじゃないですかね。うん。そんな感じがする。はい。 ファストリテイリング、空売りの決済で8%も上がるなんて、トシエスさんね。えっ、ー、とね、9983でしょ言いましょ、言いましょう,しょうか。PR41.9 倍。あの、9983ね。えっ、ー、とね、あ、そうだ、アンケート、一旦締めなあかんかった。ファストリのね、ちょっと分析するんだけど、その前に、はい。いつものくだりやりましょうか。えっ、ー、と、1330票入ってます。 で、今週1週間で儲かって、利益出た人が、ハイが50%。で、含み益減が8%。で、含み損の人が32%で、様子見が10%って感じです。なので、全体で言うと、半数、7割ぐらいの人は、要はその、損失を抱えてないという状態。損失ない状態で利益は全体的にまあ取れてますよっていう形で、含み損の人がまだ32%なんですよね。おそらくその半導体ぐらいだっと思うんですよ。 反動体は、もしくは、あのー、空売り仕掛けてた人、どっちからと思うんですけど、はい。とりあえず、あの、含み損を抱えてる人は諦めないでください。僕も全力でみんなにいろいろとアドバイスしてくんで、何かその解決策がないかとか、あと銘柄ガラブースキとかもしてくからね。みんなのやつ。あの、メンバーさん、メンバーさんじゃない方関係なし僕みんなのび、あの、チャット平等に読み上げてくんで、一緒にあの、答え見つけに行きましょう。まあね。 とりあえず今週一週間もね、あの、全体的な勝率は高いので、まあ、すごい嬉しいし、はい、利益、あの、3桁万円取れましたよって人もいたぐらいだから、あれなんだけども、俺は全然嬉しくねえねん。<laughs> 投票件数1400票なのに、高評価ボタン件数がたった382票って、俺なんか損した気分っていうか損してんだけどさ。<laughs> みんな頼むで、ほんまに。よかったら、その、チャンネル登録と高評価ボタン。 頑張って、あの、配信してるので、よかったら、あの、参考になると思っていただけたら、教えてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。というわけでアンケート終わりたいと思います。はい。お薬処方したね。<laughs> みんなお薬処方したね。頼むでみんな、ほんまに。はい。まあ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 、まあ、あの、ファーストリテイリングのね、売りザなんですよ、そんすよ。みんなね、ファストリの、<laughs> 受給見とるやばいね。 ハストリの時給やばいね。売り算がれ、あの、急増してて80万株超えてんだよね。制度信用売り算が73万株、買い算が20万株。だいたい。あ、スージー9さん、スパチャ200円ありがとう。ゴールデンウィーク丸に銘柄選定ポジション見直ししてます。今週は0.5台の含み駅。帰り率頼むでほんまに。そうや、ね、ほんまに頼むでほんまに。50万利益おめでとう、スージー9さん。おめでとうございます。50万利益。ナイスです。 だから、その、今日の、あの、ファストリーの決算、まあ、良かったよと、昨日のね。で、売り算がめちゃめちゃ多かったんで、もう完璧に踏み上げられたよね、これで、ね、うん。完璧に踏み上げたよね。もう、売りがガン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 入ってるんですよ。で、あの、ここでね、あの、空売りして、あの、これね、失敗した人いると思うんですけど、みんなにはね、あの、こういうのやたしくないですよ。 そもそものところ、ファーストリテイニング、あの、僕は、あの、僕自体がその、り推奨してるっていうわけじゃないんだけど、ただね、あの、空売りをしちゃいけない銘柄ってあるんですよ。こういった銘柄。受給がいい銘柄。特に、制度信用倍率が1倍を下回って、売り算が、あの、めちゃめちゃ多くて、どん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 その、積み上がってるような銘柄。こういった銘柄に空売りすると、結構高い確率で開かれます。空売りが。 これね、あの、たまに皆さんの方にね、みんなに話してるんだけどね。あの、僕の経験上、その実務経験であったり、自分でや、トレーであったりとか、あとはみんなのその、この YouTube のライブで、今まで何千名柄を分析してきましたよね。もしかするともう何万名柄、もう一万名柄を超えてるかもしれない。分析した名柄数で言うと。一日何,何名柄の毎日毎日2年間ぐらいやって。 もう分析してきたからさ。それだけの、その銘柄分析した中で、だいたいこの,パ,あのこういったパターンの銘柄にカラオリを入れると焼かれます。かなり高いです。もちろん、その、決算の下にストーンって落ちる可能性もあるんだけど、あるんだけど、あるんですよ。あるんだけど、こういった銘柄カラオリしあか,あかんですよ。あかんですよ。そもそものところねそこを覚えたとってしい。あの、信用取引で今、あの、買いだけしてて、 まあ、いずれその、売りもしようかなっていう風うに考えてる人がいるんだったら、こういった銘柄、空売りはしちゃいけません。こういったデータの銘柄があるんだったらね、受給がめちゃめちゃいい銘柄は、空売りをしたら、焼かれる可能性が高まる。だからその、信用改ざんが多い銘柄の時と一緒ですよね。信用改ざんが多い銘柄を、いに手出しちゃうと、あの、上がったとしてもすぐに下がっちゃったりとか、 高値から半年までずーっと下がり続けちゃったりとかするわけでしょ。その逆のパターンですよね。そういった銘柄で買いは入れないじゃないですか。売りも一緒。売りも一緒。はい。特に売りの買い戻しは早いんで。そこは誰、ね、にあの皆さん覚えとってほしいかなと思います。はい。えー、っと、稲政さん、今週はマイナス1万でした。もはやは何もやらないでも同じでしたと。<laughs> まあまあ1万ぐらいだったらまたすぐ取り戻せますよ。はい。理論物を進めていきましょう。うん。ラッキーラッキーさん。 <laughs> ドル円動きましたねって、あ、ほんまに動いたドル円が。えーっと、132円の70銭台。ドル円は、昨日からあんまりその動いてないかなっていう感じがします。うん。ケノリさん、やっぱり信用取引の邪魔は信用取引なのか 腹売りでも何でも需給と供給だから、需要と供給だから難しいですと、あの結構ね、やっぱその、需給の見方は慣れたら簡単です。僕の動画ずっと見続けてもらったら毎日話すじゃないですか。そこでその、そこの考え方とかわかると思うので、それをうまく自分のトレードに活かしてほしいなと思いますよね。はい。だからまあまあ、ファーストリはショートカバーだよね。まあ、だからあんだけ今日バーンってね、あんなネガサ株が上がってよねって感じだよね。うーんえ。え 何かニュース出たの動いたって。ちょっと待って、さっきコメント。ゲーム大好き、スカイさん。えっ、ー、と、21時30分発表。アメリカの輸入物価指数はマイナス0.6%、予想マイナス0.1%を下がったんだねで。3月の輸入物価指数、前年比がマイナス4.6%、予想が4.1%よりもあの下がったと。はい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 。そんな感じね。えっ、ー、と、先物はニュー,ヨークダは先物は横横で、ただ、 ビットコインが、仮想通貨のビットコインが410万つけてるんですよね。強いんですよね、ビットコインね。うん。グレイさん、ショウさん、バイク免許取れたんですか最近見てなかったので、取れたね取れたねうん、あの、2日前に。昨日か。昨日取って。うん、試験受かってから。はい、大型免許取れました、バイクの。で、今日、 あの、カドマの試験場まで行ってきました。なんでかっていうと、あの、免許取れる時間がもう今日しかなかったんですよね。うん。今日からなかったんですよね。だからもう午後は一旦もうおしまいで、午前中だけ、いろいろとその、デスクでパソコン見ながらガチャ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 して、あの、午後から行ってきました。はい。で、国際免許書も、新たにその、5月に、5月の受信して期限切りだったんで、それもその延長して、あの、海外では、ま、また行くからね、日曜日に。 はい、今週の日曜日から、今週というか次の日曜日から、あの、僕はまた海外です。はい。一週、1ヶ月間ぐらいかな。で、5月の26日ぐらいに、一旦東京行って、その後、その、6月ぐらいに大阪帰ってくるって感じですね。はい。おめでとうございますって。ありがとう、みんな <laughs> ありがとう。一本橋だけ早かった。緊張した、めっちゃ、あれ、やっぱし。だめだね。ああいうのってきんあ、もうね、好きじゃないわ、ほんまに。うん。 大黒さん、やっと参加できました。今日も勉強させてくださいって一緒に頑張っていきましょう。はい。楽しい、楽しいお勉強の時間です。はい。あ、でもその上げ幅は下がってきたね、今ね。うん。アメリカの小売り上高はどうだったのちなみに。アメリカの小売り上高。みんなあの、データ出たら教えて、あの、出てると思うんで、よかったらチャットくれると嬉しいです。はい。それまでお休み。いや、いやいやいや、海外に行っても僕ずっとあの、毎日動画配信してますよ。 うん、パスゲーミング PC 持ってくんで。はい。だから安心してください。海外でも配信してます。てかしてたからね。うん。だからね。日曜日だと土曜日の勉強会は普段通りにやりますかってやります。ゲーム大好き使いさん。で、明日は通常のメンバーライブ、まあ21時からするんだけど、その後に、その後かその前に、あの、その後、あれもします。再現性のヒントもしますん、ね、で、VIP さん限定で。はい。再現性のヒントもやるんで、あの、この前言ってたやつね。 メンバーさんやったら何かってしてると思うんだけど、どんな内容やるかって。はい、あの、するので、あの、それ知っとってください。バンドークやね日柄調整が入るまで様子見パラボリック MACD が上昇トレンドを形成すると、あの、下落トレンド形成、あの、日柄調整、パラボリック MACD 下落トレンド形成、ボリバーの中央線25日までの軌道修正が入りやすいっていうパターンを待ちましょう。バンドークは強い上昇のサインです。ただ200日ラインでは、あの、売りの手は入れててほしい。全部じゃなくてもいいから。 うんスライスは入れてた欲しいかなっていう風に思うね。ハーレーいいねって、ハーレー買うかどうか迷ってんねん。どうしよう <laughs>。今のバイクもその十分でかいんですよね <laughs>。ローロングで <laughs>。はい。ハーレー洗面間おめでとうさんって。うん。買いたいんだけどさ。今日もハーレーの人からあの連絡来てよ。あの、教習所行きましたかって。だから、ハーレーダビッドソンのお店で、あれ、教え、あの、もらったんですよね。 あの学校紹介してもらって、クーポンもらってから受講しに行ったんだけど、うん。ヘルモまだ受給悪くなかったっけ悪いよ。あの、多分これ、ライン引いてるじゃないですか。5月の1日でしょ。だからそこまでは、あれなんだけど、あのね、今、その、11月の高値記述銘柄が、直前になっても動き始めてる銘柄、結構多いんですよ。であとは、その、ここを通過した後に、受給改善が若干見込まれるから、 でもこれね、あのー、距離感的なところを見るとやっぱその200日ラインではあの確実に一部スライスなんですよね長期のラインもまだ下向きだしはい、まだあの200日と乖りしてるからえっと、山嵐さん何買うか迷ってる時も楽しいってわかるそれうんわ <laughs> かる小マすスカルさん商社株買い増ししたいですが上がりすぎて買いにくいです今から追加は危険ですか住友商事か丸紅 買い増し検討しています。よろしくお願いします。えーっとね、一旦つついてみる。ダメだったらすぐに抜ける。って感じかな。バフェットさん買ってきてるからね。しばらくはその話題で動きそうな感じするんだけど、日経平均28,500円がどうリアクションしてくるかがちょっとあれなんですよ。うん。ニンファさん、VIP 限定というのは YouTube の方だけですかメディアブルもですかメディアブルもやで。 YouTube もメディアブルも全部一緒。はい。同じ内容やってるから。うん。ただ、プラットフォームが違うだけですよね。違うだけですよね。えっと、ゲーム大好き、スカイさん。えー、っと、氷売上げ高。マイナス1%。予想マイナス0。あ、予想より悪化したんだ。氷売り上げ高が。なるほどね。あの、これが前月比で、ね。で、えー、っと、自動車がマイナス0.8%。予想がマイナス0.4%。ありがとう。 えっとね、ちょっと待って。みんなにこれ共有しとく。メッセージ固定化しますね。はい。みんなの方に多分その固定化されてるメッセージが出てると思うので、ゲーム大好きスカ,スカ,スカイさんが、せっかく上げてくれたからちょっと固定化しちゃった。うん、みんなよかったら見とって。で、それ受けて、若干ちょっと先物が押したね下の方にね。うん。えっと、NTTY さん、今月は決算まさぎで失敗し、IPO でも失敗し、買いは下がるし、売れば上がるから売り。 し、すれば上がるし、売れば下がると散々な結果に終わり、マイナス100万いってしまいましたも、ポチ恐怖症。あ、ポチポチ恐怖症ってことっすかえっと、やってることが、リスク高いことで、ばっかですもん、だって。うん。そこを、あの、まず、あの、気づきましょうよ。NTTY さん。あの、今それ書いてることを、あの、見返してほしいんだけど、決算まさに、 IPO、これ両方とも入り、結構リスク高い取引やってるからね。うん。普通のそのやり方っていうか、あの、僕がここでみんなに話してるような、あの、推奨してるようなやり方ではないですよ。IPO めちゃめちゃ、あの、ハイリスク入れたんだからね。決算またぎも、あの、期待値、あの、受給が良かったりとか、期待値が高いんだったら、あれなんだけども、根拠があるんやったらね。でも基本50、50-50の、あの、2分の1じゃないですか。 いい悪いで上下上がるわけでしょ、決算後は。はい。で、あとその空売り自体も、やっぱその、買い方よりも、リスクはやっぱし高いので、あの、だから僕、売り推奨してないんですよね、みんなにね。初心者の人が空売りしちゃうと、あの、予想外にやられるから。売りよりも買いの、あの、売りよりもね、あの、買いよりも売りの方がリスク高いんで、いろんなその、規制とかある関係ね。 だから、やってることがリスク高いことばっかなんですよ。その文脈見る限りでは。だから、あの、そこを、あ、なんとか、その、もちろんわかる。あの、一気にこう、一発、バーンって取りたいっていうのはわかるんだけど、そこで、その、期待値を高めるっていうのは結構ハードル高いんですよ。普通の、その、普通の株と比べると、その取引ってめっちゃそのハードル高いんですよ。はい。 だから、あの、そこをみんな、あの、そこをなんとか改善してから取り戻していきましょう。で、一回の取引で100万は取り返せないんで、まあ、あの、金額によってはできるけどかもしれないけど、1000万やったら10%上がった100万だからね。1億だったら1%上がった100万。まあ、あの、あれうん、なんだけど、はい。でも、やっぱし、あの、結構ある必かかるわけでしょ。うん。あれだよね。うん、第3、IPO 当たればいいけど、セカンダリは怖いなって、セカンダリは怖いね。 で、セカンダリーっていうのが何なのっていう人知らない人がいると思うんだけど、セカンダリーっていうのは、要はその上場してから買うってことです。セカンダリーっていうのは。はい。チコさんメンバー検討中です。メンバーライブの頻度はどのくらいですか週1です。はい。あの、1ヶ月4回です。で、大、あの、大体その、毎週土曜日やってるんですけど、9時から。ただ、あの、第5、第5土曜日はお休みです。たまにあるでしょ 第4土,土曜日だけじゃなくて、第5土,土曜日もある月あるじゃないですか。その時は休みです。うん。えっと、ダチョウさん、海運株の自己資本比率の増加がすごくて、えー、川崎汽船が自己資本比率が70%超えてます。PR 低い、配当も狙える、時給もいいと思うのですが、どう思いますかえっと、今日は全体的に下げてましたよね、海運株はね。9107。 弱虫さん、セカンダリー新しく知ったって、あ、ほんまにうん。あのー、覚えとってください。セカンダリーって言いますんで。株用語でね。川崎先でも、まあ、もう決算すからね。そこなんでしょうね。いや、まあ、自己資本比率っていうか、そこが高いのはもう知ってるんですよ。だってめちゃめちゃ儲かってんだから。あのみんな知ってるし、だからその自社株会議体でやったりとか、 要はその配当利回り高く設定できるよね。高配当利回り銘柄の第一角だよねっていう形で、あの、まあ、めちゃめちゃその話題をさらったわけじゃないですか。一時期とか強かったよね。一年前とか。で、一旦その配当落ち後にダーンって下がって、そこから今ググって上がって、で、ここに関してはこの前ライブで配信したんだけど、あのみんなに聞いたんだけど、やっぱその海運株ね、バフェットさん狙いに来るんじゃないかって思ってる人もやっぱり結構いたわけですよ。 みんなにライブで聞いたでしょバフェットさん、どのメーカー狙ってくって銀行であったり、商社追加であったりとか、海運株であったりとかあの、鉄鋼、鉄鋼というか、まあ、あの鉄関連ね、あそこあたりの後輩とリマり銘メーカーなんじゃないのみたいな。うん。だからそこで、その、今日で、ね、商社買ってきたところでちょっと売られたよね。うん。っていう感じもするよね。はい。どうなのかなんですけど、直近高値ラインなんですよね。うん。 プライマリーは、プライマリーバランスってこと <laughs> プ,ライマプライマリーは、オープンプライマリーとかってことどっちバイクの話 <laughs> オープンプライマリーは俺あんまり好きじゃないと思う。なんか寂しそうだけどね。ここの RSI のライン抜けたんすよね、一旦ね。うん。えっと、K ガレージさん320ありがとう。大型2輪,2輪取得おめでとうございますってありがとうございます。はい。<laughs> もうね。 全部一発でやった、最短でやったけどさ、疲れた。疲れた。で、なんていうか、バイザーっていうのかなヘルメット一緒にあるでしょここに。あれが黒なんで、あの、被れなかったんですよね。ちゃんと UV カットのやつやってたんだけど、だから少しその顔が焼けました。<laughs> はい。えっと、として S さん、バイオとしては先生、センセ 先々に日本の押しめを長期保有で買うと言っているのにって、まあね、うん。ちょっとね、あの、川崎戦どうなのかな一旦つつい,いてみるストキャー加熱、あの、上がってるけど、その他は別にその大したことないですもんね。一旦つついてみる。でもここからはもうほぼ決算プレイ見越しながらだよねって、まだい、まだ何,何週間 ?3 週間ぐらい残ってるけど、 ここから決算見に行く動きになるのかなうん。えっと、ひーくんさん、エスプールお願いします。640円で。ちょっとわかりにくいよね、火山株ね。うん。エスプールお願いします。640円で、200株持ってます。一目で壁ンになるかと思いましたが、バンドオク中なのでバンドオクに期待しました。分析お願いします。一目で壁ン いや、あの、僕、その壁ドンはみんなに言ってないっすよ。あの、逆のパターンじゃないですか。あ、だから、その、ぶつかっていったら弾き返されるかもしれないってことですかそうっすね。一応、その、バンド奥なんで、あ、チコさん、ゲストメンバーいらっしゃい。一緒に頑張っていきましょう。明日メンバーライブするんでね、21時から。あの、よかったら参加してください。はい、リンクは、その、僕のチャンネルホームに行ったらあるので、あと、ツイッターの方にも、あの、ツイートしてる。あと、ビップメンバーさん言っとくけど、明日再現性のヒントするからね、この前言ってたやつ。はい。 この前にツイするんで、あの、そこを把握でお願いしますね。あの、土日しか見れないんで。そういった形でします。えー、っと、まあ、クだからね。うん。で、このパターンの、まあ、壁ドンっていうか、一旦その一目の壁にぶつか、そうになって、一旦下がってまた上げていくパターンになりそうかどうかってことですよね。うん。ただ、一直線にこれ入っていったら面白いからね、さらに。で、5日と50日移動平均、まあ、万ク中だし、 水色のラインと青のライン。まあ、青のラインが50日移動平均線なんだけど、ここはゴールデンクロスを形成すると、もうちょっとこう、評価指通りの動き課題になるんだったら、どうになるんだったら、もうちょっと上がってくるかもしんないから、ちょっと見ておこう。うん。不安だったら一部って言っていいと思う。不安だったら、多分複数単元持ってるでしょ、まあ、どんだけ持ってるかわかんないけど、で、スプールのその、とりあえずバリュエーション見ないとは、とりあえずあの、あかん。長期なのか短期なのかとこで。2471。510億、 ぐらいの株価 pr21.2、pbr7.26 PR 倍、配取り回り 1%, 1ぐらい。信用ざ算がちょっと多くて128万株か。売買高が114万株。まあ大体イコールぐらいね。信用ざ算多いんで、まあ押しましたと。まあ、まあ押してた理由はわかる。うん、受給は悪かったからですね。ここなんだよね。問題が。今僕が気にしてるところっていうか、 意識してるところどっか分かるみんなうんなんであの今ここあたり見てるのかってなんでか分かるあのみんなに質問ですはいえっとか河村ゆうきさんいらっしゃいバッジメンバーにお試しメンバーなんでね一本見れるよただあの500円なんだけどバッジメンバーってねあのただ受給が確認できるサイトをそのメンバーだったら シャープ1って書いてる動画に確認できるんで、それだけしか見れな,ないんだけどさ。あの、それ見とってください。そしたら、あの、受給どうやって確認するのかっていうのを解説してる動画あるんで。はいん。ん雲の中に、うん、違う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 。ずるずると下がる怖いパターンだなって、そうだね。もう受給悪いし、まあ、あの、やっぱし小型だし、全体的にグロース弱かった試合だから、こう入っちゃったんだけど、 えーとーガレスさん、僕は卒検の日に緊張してる女の子がいて励ましてあげてたら僕が落ちてその女の子は合格しましたって厳しい、それ <laughs>。うん。いや、あの、そう。屈セさん、そうだね。52シード平均線だね。うん。なんでここあたり見せたのかっていうと、どこのラインで頭を押さえられてる傾向にあるのかなっていうのをちょっと確認したんですよ。 75日っていうよりも、直近のパターンで言うと50日移動平均なんですよね。この青のラインでしょここで頭取って下がって、頭取って下がってるわけじゃないですか。で、ここも一応その50日で頭取ってるでしょで、ここあたりもまあ50日。で、ここ75日なんですよ。で、ここ50日、50日、50日。全体的に見ると、あの、このパターンで言うなら、50日移動平均線が結構重要な役割をしてるっていうのがわかると思うんですよ。ということは、 5日と50日移動平均線がゴールデンクロスを組んだ場合のリアクションを見たいよねってなるんですよね5日と50日移動平均線がゴールデンクロスを組むと久しぶりにそのラインをちょっと上抜けてくる可能性があるわけじゃないですか今まで十分なその頭を押さえられてるラインになってたんだからそこをやっぱりゴールデンクロス形成しながら抜けてきてしかもバンド奥で、まあ、一目の壁にぶつかりそうになってるよねっていうことを考えるならば ちょっと、あの、試したいっていう気持ちがあるんですよ。はい。あの、見ときましょう、ということで。で、いいと思う。今、ドルガツン高、だかダウ下げで先物やれ、だれあ、ほんまですかそうだね。米国株も、ニューヨークダウも、ダレてきてる。ダレてきてる。で、ドル円がガツンって上がってる。133位の10銭。これ上がってるか、下がってるか問題で言うとね、 そんな動いてないんですけどね。1円、でも1円動いてるからなんか感覚が麻痺してんだよね、多分ね。うん。ソーナンスさん、こんばんは。<laughs> ポケモンや。今から追いかけます。で、はいいらっしゃいいらっしゃい頑張りましょうね、一緒にね。ええー。アスさん、イギリス、フランス、ドイツからめちゃめちゃ上がってますよね。だから日本株が海外投資家に安く見えますかねって。えー、っとね、あのー、直近の、 一ヶ月以内だったっけなあの、皆さんに動画アップしてて、3月の10日までで日本株が上げてる理由っていうのを、6項目上げてたのを覚えてますよ、ね、?6 項目。6項目。まず一つが、要はその、受給が良かったところ。空売り残が急増して、ショートカバーで空売りの買い戻しがガツンって入ったよねってところが、まあ日経平均の最大の上昇の要因になってるんだけど、28,500円まで上がったところね。ここね、ショートカバーね。 やったりとか、円安が加速しましたよ。中国株も上がってたよね。まあ、うんぬんかんぬん言ってましたよ。で、もう一つね、あの、プラスアルファでもう一個言ったんですよ、その後に。あそこ僕、その、フィストレポート見てから、ああねって思ったんだけど、ユーロの株が上がってる、要はその、欧州の株が上がってるから日本株上がってるよね。これが、要はその、結構、あのー、あるんじゃないかっていうのが、フィストレポートの中で書かれてたんですよ。 要は、欧州株が強いと、ドル売り、ユーロ買いが入ってると、通貨でもね。で、めちゃめちゃ、ヘッジファンドとか儲かってますよ、大口さんが。だから、その、あの、分を、要はその、日本株の方に、まあ、それ、そこで儲かってるから、日本株も、ちょっとその、やりに行こうかな、みたいな感じで仕掛けに来てるんじゃないかっていうのが書かれてたんですよ。これ、数週間前の、1ヶ月ぐらい前だったっけちょっと、うろ覚えに、あの、フシトレポートの中で、あの、フシトさんっていうのは、三菱 UFJ のモルガンの証券の、 有名なアナリストで、朝のモーニングサテライトとかに出てる人ですよ、よく。あの人のレポート、めっちゃ参考になるんで、見てない人がいたら見ててほしいんだけど、あの人、欧州の株が上がってるのは、日本株にとってはプラスだって言ってたんですよね。まあ、基本的にはまあ全体的にプラスだと思うんだけど、だから、欧州が強いイコール日本株も強いよねっていうのは、あのその理論で、あの数ヶ月前の,その論調で言うならある、あると思う。うん。 ということは、欧州がまた慣れてくるようなことがあったときは、あの、日本株は、あの、連れやすするかもしれないねっていうところを意識しなくちゃいけないよねっていうところだと思います。はい。アッさん、ああ、言われてましたね。なるほどって。そうですよね。だからその過去のですね、フシトレポートの中身であったりとかをちょっとその、覚えていてほしいかなっていうふうに思います。はい。ヒロさん、トシさん、水星逆行すると何が起こるのですか水星逆行何の話してるんですか あ、メルカリ、スズランさんです。4385。あと、メンバーさん、メンバーさんじゃない方関係なしに、みんなの分析を平等にやっていくので、みんなね、ガンガンその分析依頼とか、質問とか投げてくださいね。チャット、僕、あの、ここではメンバーさんとか、メンバーさんじゃないからとか関係なしなんで、そこで僕は区別してませんから、よろしくお願いします。メルカリお願いします。下手な難品で、平均取得単価2540円で1000株持ってます。2540円1000株。ついね。 2540円。1割上か。下値のラインは、一応こっちに合わせる合わせときましょうか、こっちに。上のラインを、とりあえずここ。ここか。 こっちにしとこうか。とりあえず。設定するんだけど、もう数日見てほしいんですよ。ここがボトムかどうかっていう判断。まあ、けさも近いのってもあるんだけど、最大の要因がやっぱりここのデッドクロス形成。エロイさん、ナスダック少年場だね。えー、と週足が3日 3回連続で止められたらさすがに落ちてきそうだし、抜ければれ総合で12,800ポイントくらいまではいけそうだけどって、そうっすね。で、日経平均も少年ますよね。今日のその動画のタイトルは、転換点来るぞみたいな感じでね、言ってるんだけど、もうこれ分かるよね。28,500円超え,る超えるかどうかっすよね。この前の高値をね。毎、は、回、い、あの日経平均やっぱりその、なんていうのかな、ボックス券で動いてるから、 このね、今のその日経平均の高値ラインを抜けてくるかどうかってめちゃめちゃ重要じゃないですか。ええー、やっぱし決算もあるからな、あるのかって、そう、RY イスあるんですよ、決算もね。だからそこあたりもひっくるめて、もう転換点っていうか、もうめっちゃ重要なタイミング来たよね、またって感じですよね。こっから素直にこう、なんていうのか、スルスル上がるのか、もしくはその、時給の重たさってところが少し目について、なんか突発的な悪材料が出てきて、それをね、材料に、まあ、売り仕掛けが入ってくるのかどうか。 慎重に見極めたいところだなっていうふうには思ってます。はい。二度あることは三度あるだからね。三度目の正直っていうのもあるけど <laughs>、さあどっちなんだろう。まあ重要局面。まあとりあえずここのメルカリのこのデッドクロス形成がね、見たいんですよね。うん。 決算近いしテクニカル難しいって、岡太郎さんそれだよね。まあ、とりあえず需給見ながら、あのー、悪い銘柄の決算プレイは事前に一部打っておく30%ぐらいっていうのを心がけ,がけながらやったら、いざという時はあれかもしれない。で、メルカリの需給見るんだけど、やっぱ信用解散がベラ棒に多いんですよ。ベラ棒。<laughs> はい。信用の解散めっちゃ多くて、五百581万株、合算で850万株入ってるんですよ。制度信用倍率六点6.53倍。 うん、これが増え始めたのが今年の1月2月、2月ぐらいかな ?2 月ぐらい。ということは今年の2月がどこあたりだったのかっていうとやっぱここでしょここあたりから信用の解散がバカみたいにこうバン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 入って400万株増えてるんですよ。 あの、ここまでは、あの、信用の改ざんが合算で400万株だったのが、この急落の時に、プラスで400万株、まあ、倍、要はその、当倍入ってるんですよね。だから回転効いてないんですよ。重たいんですよ。動かないんですよ。下がってるんですよ。戻っても戻り売り、やりやり売りで、信用の買い方がもう投げてると、いう状況ですよね。で、これ2月が、要はその、急落前の高値ならば、半年後だよね。信用取引で買った人たちは、半年後には必ず売らないといけないです。 ということは2月の8日の半年後は6、7、8月の8日だよね。そこまでは、あの、決算でワンチャンあればいいんだけど、まだその、揉み,み込む展開っていうか、上がったとしても戻り売りに押されやすいよね。っていう、そういった状態になりやすいと思います。メルカリに関しては。うん。メルカリは空売りが高ってくる銘柄ですと。 あー、でも、空売り入ってないけどね、ほぼね。うん、改ざの方がもう急増してるんで、やっぱその、なんていうか、投げ売りで、下げたところでまた買いが入るから。それで上がらなかったらまた投げ売りみたいな感じで。だから水準がね、こう、じり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 最近もまた下がってきちゃってるんでしょうね。ボトムラインが。うん。ん下地さん、日本株底堅いですねって、底堅いっすね、日本株でもちろん上がってほしい。上がってほしい。 抜けてくれんか二 ?28,500 円するするするって。米国株も上がってくれへんかな全部上がってくれへんかなリスクしさん。あの、米国株はまだ怪しい動きはしてないんですよ。何度も言ってる通り、ビックスとマック D がデッドクロス組んでる段階ではまだ急落のスイッチは入ってないんで、まだ大丈夫だと思う。あとみんなよかったらチャンネル登録もしててもらえるとすごい嬉しいので、このタイミングでよろしくお願いします。はい。 サワイホールディングス、100株持ってます。追加買おうか悩んでます。まあ、株数増やしていきたいってことですね。4887。100株だけだったら、あの、少ないもんね。うん。s q 値超えて欲しかったなって、まあね。<laughs> はい。えいくらで持ってるってなんか、これ。100株持ってますって俺、ようわかんないんだけど、安いとこで買ってる前提で言いますよ。 万独中ですもんね。追加で買うか、まあ、ここから上がるっていう根拠があったら買えばいいんですけど、僕多分その諦めると思う。別にサワ,イサワイグループホールディングスだけじゃないから、銘柄は。うん。なんか安いとこで、例えば、ここあたりで買ってる。だからここで買っちゃおうみたいな感じで。はい。まあまあまあね、ここ半分落ちても大丈夫っていう形になるんだけど、 なんか安く買えた銘柄の取得単価を上げたくないなっていうのが俺あるから。個人的にね。いや、あの別にそのいいと思うんだけどね。ま、おし目が、押しめを使って、 まあ、あの、例えばここから一旦ボリバの中央線25日まで下がります。で、25日ラインボリバの中央線切り上がってきてるんで、一旦そこで、まあ、ボトム打ってまた上がってきそうだよねっていう、そういったパターンが出てるんやったら、そのタイミングで、あのー、ていうかな、買い増しとかやったら別あれなんだけど、上がってる段階だったら僕はもうなんかその見得と,とも買わないで。うん、いや、せっかく安く買えてるのに、あえて取得単価を上げるような感じにはしないかな。まあ、ど、どっちかっていうと、 あの、これ僕のやり方ですね。僕のやり方ですね。どっちかっていうと、なんていうか、その、いつ売ろうかなっていうのを考えてると思う。一部どこで。うん、そういった感じなんだけど、まあ、とにもかくにも需給っすよね。需給とそのバリエーション。PR9.5、PBR0.84 倍、配取り回り3.36%、信用の改ざん増えてるけど、4万株しか入ってないんで、もうこれ無視。で、これ需給ね。あ、需給じゃなくて、パンダ的なところで、 pbr 一倍割れしてるわけじゃないですか。だったら pbr 一倍割れ、一倍以上を超えてた時期あるのかどうかってところを考えるんだけど、一倍普通に超えてるんだよね、これね。ということは、あの、どっちかっていうと、この株は短期っていうよりもあ、短期もやってもいいと思うんだけど、どっちかっていうと、pbr 一倍まで戻ってくることを、ちょっと期待して、 少し長めに持っとくっていう、そういったやり方の方がいいのかなって気がする。配当利回りもね、悪くないからね。うん。3.36%あるから、市場平均よりも1%ぐらい抜けてるわけでしょで、PR9.5 倍、PBR0.84 倍、直近ボトムつけて、まあ抜けて、上げてきたよねってところだったら、あの、ちょっとね、長めに見たいよねっていうところだと思います。で、一応ね、どっかの段階で、この銘柄は、 わかなんよ。あの、これが数ヶ月、1ヶ月先なのか、半年、1年先なのかわかんないけど、どっかの段階で PBR1 倍までは戻ると思うんですよね、おそらくね。で、えっと、0.84で4600円ぐらい。はい。4600円ぐらい。っていうところをちょっとその、想定。長い目でね。 4,600円ぐらいまでが、4,600円だから、が、ここあたりはまあ解散化したから、そこまでまあ戻ってくんじゃないかな、みたいな感じで思ってもらったらな、っていうふうに思いますけど。はい。夏さん、ソフトバンクグループはやめておいた方がいいですよ。ボラが高すぎるって。ソフトバンクグループ、ボラ高い最近そんな動いてないような気がするけど、ソフトバンクは。うん。まあ、ボ、あとはそのね、 ダスダックに上昇したらどうなるかだよね、アームがね。うん。発値を超えて大きく上がってくるってなってくると、ソフトバンクグループにとってはプラスだと思うんですよ。はい。虎の子のアリババは、まあまあ、売りに来てるけどさ、うん。そこが評価されてないけど、もう、そんだけ、要はその、虎の子のアリババを売らなくちゃいけないような、いや、そんだけ厳しい状況じゃないのかみたいな感じで思われてるわけでしょ、要は。うん。 キャッシュが必要なんだだから,売ら今まで売らなかったものを、まあ、売ってるみたいなそういった感じですよねあとはそのねさっき言った通りもしアームが、まあ、上場して発値を大幅に上回ってそれが何割も上げてくるってなってくると、まあ、ソフトバンクループにとっては、まあ、買い材料視されるからその時はまあちょっとその上の方に同意ついてくるかなと思ったりするけどさはい初めて買う株を ソフトバンクグループにするということみたいと、ああ、そういうことなんですね。初めて株株をソフトバンクグループ。どうなんだろう。ミュウさん、髪型変えました髪は、あの、直近切ったよ。一週間ぐらい前に。うん。切っただけ。髪型は別に変えてないです。適当です。はい。適当です。もうあの、お風呂上がってそのまんまでライブ配信してるんで、僕は。 えっと、レロイさん、ナスダック弱気の売りからちょっと力強い下げに変わってきてるから怖いねって、12,300、12,000あたりからの売りが、前みたいに本気出し始めたら同じぐらいの下げが来そうですよねって。えっと、ナスダック見ましょうか。あとその10分、あの、何分だあと少しで米国会を開くけどさ。えっとあ、あとみんなよかったらその下に共有ボタンがあると思うので、これで、あそこでその、ツイッターでリツイートとかして、よかったらライブしてるよっていうのを拡散しててもらえると嬉しいです。 はい。よかったら皆さんご協力ください。まあ、金曜日なんでね、そもそも参加人数が少ないと思うんだけど、やっぱ最,最近ね、参加人数すぎ、下がっちゃってきてるからね。この前、そのインフルエンザにかかった関係でアルゴリズムに嫌われちゃったから、やっぱね、本当に毎回言うけどさ、アルゴがね、あれなんですよね。<laughs> 配信一回、あの、止めちゃうと、ちょっとね、あのー、悪い影響が出てくるというか、<laughs> AI がね、勝手に判断してから。 やめてほしいですわ。えっとね、ナスダックでしょナスダックでしょそうだね。まあ、直近の高値だもんね。でも、ここがね、ちょっといいこと起こりそうな動き方してるんですよね。ナスダックがね。200日と75日のゴールデンクロス形成が入りました。そこで上向き。で、100日と200日がさらにそのゴールデンクロス形成してくるなら、あの、 なんて言うかな。200日と50日、75日、100日移動平均線が、だんだんだんって、ま、あの200日とゴールデンクロス組んでくれると、その後っていいこと起こりやすいっていうのは何回か言ってるじゃないですか。だからそこの、その、ビックスが、しかもまだ上がってないわけですよ。そこなんですよね。ビックスの、あの、ナスダックのビックスとか見るんだけど、今のナスダックのビックスも下がってるんですよね。ゴールデンクロスまだ組んでないんですよ。ここがゴールデンクロス組んできたら、 ちょっと押しやすいっていうのは覚えてほしいかな。うーん。はい。金エンスは高くて買えません。まあね、分割してほしいよね。金エンスとかね。高すぎだよね。えっとね、半導体でしょうん。高すぎるっていうか、まああの、ね、100株買うのにもどんだけ必要なのっていう感じだから。うん。6百六万2千だもんね。100株で600万でしょ まあ、その、誰でも買えるっていう値段、拡大ではないっすよね。はっきり言って。うん。かもさん、初めては何も知らずにキャンバス買って、なんか上がって簡単だと勘違いしましたねって、それあるあるですね。はい。<laughs> あるあるですね。あの、大きな勘違いなんですけどね、そこあたりはね。もうあの、かさんわかってると思うんですけどね。うん。やっぱその、ビギナーズラックで味しめちゃって、あの、そこから泥沼にはまって、 っていうのはやっぱしあれですよね。うん。あ、数字9さん200円スポッシャー明日がありがとう。明日から、オセアニアへ、視察兼旅行に行くので用意を。皆さんご分を、うさんも海外お気をつけてってありがとうございます。行ってらっしゃい。数字9さんも。売れ、もしいいな、オセアニア。俺も行きて。まあ、韓国行くのもう飽きた、う秋田で仕事で行くからあれなんだけど、自分の仕事で。はい。HS さん、夜12時、シティグループ決算発表。 来るね、銀行株の決算がね、JP モルガンいつだったっけえっと、ジャックさん、私も遅くなりましたが、今から参加させていただきますはい、いらっしゃいアンケート取っていこう。アンケートしてほしいやつがあったら、みんなで、ね、あの、入れて,てもらえると嬉しいので、よろしくお願いしますね。えっとね、米国株、今晩まだ、あの、米国株。まだ、あー、ある、と思う。まず、米国株から行こう。米国株から。わからん。 んわからん、わからんでいいや。わからん。はい。えっとね、まずその、日本株の質問をするんだけど、まず米国株からいこう。とりあえず。うん。アンケート出します。米国株、まだ上がるか上がらないか問題。俺はまだその、ビックス、マック D、ゴールデンクロス組みそうじゃないから、まだその、いけるんかなと思ったりするけどね。いや、ま、怪しい動き、ま、 銀行のね、決算とかもそこ次第だけどね。うん。はい。えっと、セイバーさん、こんばんは。えっと、9503、関西電力1300円で、あ、JP モルが上がってる決算プレイで、ね、?5 6パー、6あ、それだったら一つ、あの、解消されてきてるんじゃないやっぱし、9503、関連え、1300円で200貨持ってます。時期は悪くないので持ち越しも考えてますが、ダイバージェンス出てる気も良ければ分析お願いします。1300円で持って、 200巻持ってます。直近買ったんですね。まあでも決算だからね、もうね。1週間ぐらいであれなんだけど。いや、いいこと起こりやすそうな感じのチャートはしてるんですよ。さっきのあの原理で。200日と、また100日はゴールデンクロス組んでくるならもうちょっとってところでしょ。うん。ダイバージェンスは出てる。はい。ということは、 このラインを割ったらおしまい。ああ割らなかったらまだウェイクトン。はい。割らなかったらまだウェイクトン。っていう感じだと思いますよ、はい。えっと、今日の米国はボーナス日ですよって。へえ、そうなんだ。ライブのリツイートしてきましたって。ありがとう、ナルさん。ライブのリツイートみんなしてくれた <laughs> あと、そのお薬のやつもやらなあかん。で、えっと、どれ、ね、ニュージーランドね。カカポにも会いたいな。ニュージーランド行くんすか 行ったことない。俺、オーストラリアと中国と韓国しか行ったことないんで、他の国行きたいっすね。うん。行きたいっすね。本当に。はい。 さあ、ボーイング、部品問題で 737MAX の納入を削減とのことで、時間外6.1%安、ダウンに影響ありそうかな。ありそうっすね、そっちの方がね、りょうわんさんね。うん。ゆきこさん、こんばんは。毎日動画見るのをルーティンにしているといろんな意味で人生楽しくなってきました。ありがとうございます。そう言ってもらえるとめっちゃ嬉しいです。はい。あと、少しで、まあ、米国株も開くね。えっと、関連少し見よっか。もうちょっとだけ。ここのライン割ったらおしまいだと思って。 一旦、おしまいっていうか、一旦下にスッて押しやすいよって。うん。7億49、杉ホールディングス、売り時の分析よろしくお願いします。5480円で500巻持ってます。あー、おめでとうございますはい。えー、っと、400円ぐらい上がってるってことですね。だから8%ぐらい上がってるのか。一部ここで売り。とりあえず。高0でもいいから売っとけばいいんじゃないですか。20%ぐらい。200日経ちだから。万毒だからね、でもね。うん。 わかる。その気持ちは。RSI が金継のラインまで行くかもしれない。そうなってくると。200日ラインは、にタッチしたんだったら、100株ぐらい売っとけばいいんじゃないんですかね。うん。売り上がるですよ。あの、500株全部ドタカで売ってやろうって思ったらあ、そんなのあの、何回に1回できるのできないの問題になっちゃうんで、10回に1回できる。どうあの、何回に1回できると思う。みんな。そこはあの、教えてほしいチャットで。感覚的なところ。 はい。要はその、ドタ金で売れる確率、何、あの、十、何回に一回できると思いますか皆さん。感覚的なところでいいよ。十回に一回できるのかなうまくいったらドタ金で売れるけど、十回に、まあ、何のためにその500株買ってるのかってところをまずは、あの、抑えておいてほしいんだけど、うん。売り上がっていくことができるからね、500株あったら。 PR17.7、PBR1.63 PR 倍、配当利回り1.36%。で、受給的なところで言うと、まあ、そこまで買いの手が入ってるわけじゃないので、別にその、まあまあ、杉ホールディングスだからね。はい。あれだとは思う。うん、オーストラリアはケアンズに行きましたって。あ、そうなんだ、ケアンズに行ったんだ。僕はシドニーにずーっと9ヶ月、10ヶ月ぐらいいましたね。うん。最初、あの、日本食レストランとか日本のその学校に行ってたんで、 行ったたりもしてたんですけど日本人と絡む機会が結構あったんで、あれなんですけど、もうやめたもんね、途中から。うん。はい。<laughs> えっと、15回に1回かなって、10回に0.2回。はい。年に2回ぐらい。<laughs> 結構、そのあれだよね。はい。1万回に1回と、チェリー F2 さん。だから、あの、みんなの感覚、今、チャットの方に、要はその、ドタネで売れる確率っていうか、何回に1回できるのかっていうのをみんなに今、質問してるんですよ。 で、チャットにね、あのみんなにその感覚的なところを入れてくださいっていうふうに言ってるんですけど、ほぼできないんですよ。もう何パーセントなのと言ったら、もう10%もないような答えが、まあ、飛んできてるわけじゃないですか。だいたいね。だからみんなの感覚そんな感じなんですよ。だから、 あの、500株あります。全部高いとこで売りたい。500株を全部、あの、高値で売りたいから、ど高値どこですかっていう質問よりも、あの、どこで一旦その売りの手を少しずつ入れていくのかっていうタイミングを、あの、しっかりと把握した方がいいと思うんですよね。あ、ちなみにメンバーシップでその勉強会は今しているので、今週一週間ね。メンバーさん必ずそれあの、覚えとってね。はい。覚えとってね。だからしっかりとその、ね、今この200日にタッチしたんやったら、 まあ20%ぐらいとりあえず利確みたいな感じでやったらいいと思いますよ。はい。セイバーさん逆ならよくできるんだけどなって、それなくしたいね <laughs>。これ、あのー、それをなくしたいね。はい。こんな感じですね。えっと、先週さん、ドタカネというのはトップスライスのことですか天井、下がる直前、一番高い値段。目先で。どこなのってとこです。 無理でしょ本的にはだったら、やっぱその、ここあたりで500株、せっかく持ってるんや、500株でしょだから、5、6、30で300万ぐらい持ってるんでしょ杉ホールディングスを。ということやったら、まあ、ここでちょっとその100株、あの100株だけ売って、残りの一を少し実利吐き出して、担保かけて、残りでちょっと上を追っとくっていうのも、まあ、一つありなのかなって思ったりしますけどね。で、株主優待、2月末でしょまだまだ先だもんね。 うん。最低100株持っとけばいいだけなんですよ。タイト回りもそんな高いわけじゃないから1.36%で。えっと、優待のレベルが上がるのが、まあ、あさらに上がるのが1000株以上なんだけど、そこは持つ必要ないんで、最低100株、あの、ずっと持っとくっていうのはありかもしんない。もしかするとね、安く買えたらここって思ってて、長期で持っときたいな。で、そう考えてるんやったら、あの、例えばその400株を段階的に売り上がってって、残りの100株だけは、まあ、ホールドしとこうとか。 配当は少ない少ないけど、優待が若干あるからね。うん。まあ、杉、杉ホ,ホールディング、杉行くかどうかわかんないけどさ。うん。それでいいと思うよ。配当利回り的なところで言うと、あんまり魅力ないから。優待がついてるから、まああれだよねって感じだけどさ。ドラッグストアの商品券もらっても、まあまあ日用品は使うけど3000円ぐらいでしょ。うん。 っていうふうに思います。安く買えたんやったら100株だけ残しとって、で、儲かった利益分、まあ、あの、担保も入ってるし、で、そのお金をまた違う優待銘柄の方に回して、またその、ね、上がってったら優待分だけ残して、100株だけ残して売っちゃって、他のものを集めに行ったりとか、まあ、資金を少し、あの、動かしてみるとかっていうのもありかもしんないね。はい。お客さんにはようやってましたよ。うん。信用でやってた。 面白かった、めっちゃ。<laughs> お客さんと協力してから優待銘柄集めに行った。1000万とか2000万とか3000万とか、あの、バッて優待銘柄買ってもらって、あの1、1%ぐらい上がったら、あの、もう売り。100株だけ残して。で、100株を原引、あの、現引いて、現物に変えて、あとはその長期ホールド。回答と優待を取りに行くっていう感じそれを繰り返しやってました。利益部分で優待銘柄を集めに行くっていうの。うん。お客さん喜んでくれたけどね。 そんな感じかな。というわけでアンケートの1000票を超えたんで、米国株まだ上がると思う人、タイが49%、家が26%、わからんが25%です。はい。で、ここで僕は皆さんにお薬を処方しないといけない。とりあえず、あの、こアンケートを参考にしてほしいんだけども、はい。今から僕は皆さんにお薬を処方します。えー、っと。 はい。今、皆さんの方に、もう一つアンケートを送りました。これが僕が皆さんに、あの、処方するお薬です。頼むでみんな、本ま <laughs> っていうところで、一旦、その、あの、終わるんだけどさ。えっと、なになにファストリー買えるくらい、資金貯めたいなって、貯めたいね。まあ、信用でね、買うっていうのもね、一つ手だけど、倍率かける分ね、ちょっとやっぱりその資産を圧迫っていうか、まあ、ちょっとしちゃうので、 まあそこはねあの、考えながらやっていきましょう。うん、あの複数単元買えないんだったら、やっぱし、あれだと思うんですよね。はい。ん何、何々証券会社時代に会社のノルマよりお客さんのことを考えて営業されてましたか両方やってましたね。はい。あのー、ノルマができないと、お客さんのことを考えて営業できないんですよ。 営業職の方だったら分かると思うんですけど、はい、ノルマができないと、自由に行動させてもらえないんですよ。ノルマが未達で、あの、大幅に乖りして、例えばその、月の目標の50%しかできてませんよってなったら、上司から詰められるんですよ。そうなってくると、行動が、要はその、なんていうのかな、行動に制限がかかるんですよね。お前、これやれ、あれやれ,れとか、お客さんのリストを、あの、 持ってこいみたいな感じで言われて、このお客さんこれ持ってるからこれひっくり返してこいとかそういうこと言われるんですよ。だけど、あの、ノルマができて、要はその自分のノルマの僕倍やってたんだけどね。コンテにいる時とか倍やってたら自由に行動できるんですよ。自由に行動できるんですよ。そうするとお客さんとあのやりたいことを相談しながらやることができて、 それが、やっぱその、好循環につながると思うんですよね、個人的には。だから僕はその、月の半分で、あの、毎回言ってるんですけど、毎月、1ヶ月の僕の感覚の、僕の中での1ヶ月は、あの、月の、要は半ばから、月の半ばまでです。はい。それで、あの、前倒してどん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 やってたから。だからお客さんにも、そのな、あのな何て言うかな、あの、強制的になんかこれしてください、あれしてくださいっていうふうになんかその、言うんじゃなくて、しっかりと話してできてたから、 良かったなっていうふうに思いますけどね。はい。ノルマは大変ですよねって、下地さん大変っすよ。営業職の方も中に多分僕の動画見てる人の中にもいると思うんで分かると思うんですけど、大変っすよね。そう、もう上からこう、やる、言われるから。だからもう、言われないためにやっぱその、やるし、自分のやりたいことをやりたいんやったら、あの、結果出してからやれよっていう世界だからね。やっぱ数字の世界は。うん。 その中でどうやってそのお客さんに、だからお客さんにやっぱりその儲かっててもらってないと、そういうところできないですからね。うん、基本的にあの、月の目標の場合とかって、もちろんその担当してるお客さんとかもあるけど、あるかもしれないけどさ。はい。4751。サイバーエージェントお願いします。1150円で ?300 株持ってると。はい。あの、今買ったばっかしですかえこれ長期なんじゃないですか うん、なんか少しその、このチャートでなんか最近横横で動いてるんでしょどっちかっていうとその、ま、あわかるよ。わかるよ。どっちかって言ったらそのちっちゃい株だからあれだけど、決算近いもんね。うん。はい。RSI の上値抵抗ラインですね。とりあえず。 今、ここちょっと合わせたんだけど、ここを抜けてくると、ここまではあるかもしれない。期待してきたところでと。一旦ね、ストキャも上がりきってないし。もう少し見ましょうか。うん。スタートのパターン。特徴的なものはない。週足。週足は、まあ、組むデッドクロスはほぼ組んじゃってますよ、目先。えー、っと、4751。 ノルマとコンプライアンスの板挟みは辛い。あ、コンプライアンスは結構簡単。うんあの。ちゃんとその内観の人と、なんていうのかな、コミュニケーション取ってるか取ってないか問題だと思ってるんで、僕は。あ僕めっちゃ話したんで、4.51枚か215万株ぐらいの制度信用改ざん。まあ、そこまで多い、絶望的に多いっていう状況じゃないけど、まだなんかその横横の動き形成しながらね、 って感じだよね。三角持ち合いの最終到着点で、まあ、あの、ここのライン割ってしたいストーンね。ちなみに、前分析したやつです、これ。決算だよね。これどう見ても。ちょっとその、決算またぎになると思う。もしそれやるんだったら。うん。 しゅんやさん、コンプライアンスは表向きよくしておけばよしと。表向き、うーん、そうっすね。表向きも、まあ、裏の方もちゃんとした方が <laughs> いいような気がするけど、セガサミー6460。ゲーム関連ね。はい、セガサミー強いよね。ニンテンドーは、まあ、最近戻ってきたけど、ゲーム関連、まあ、セガサミーは、強いですよね。計算後から。 上がり始めたラインからするならば、おそらくここ。ここもし仮に、ここから3000円まで行くようなことがあるならば、そこで一旦利確。そこからその3210円ぐらいで一旦頭取って下がってきそうな感じがします。RSI はここのラインね。で、これ見たらわかるでしょ もう下値のラインがバチって決まってるんですよ。これ。日足の下値ラインはそこまで見えてません。わかるでしょここからだよ。ここから引けないでしょここからなんか違う動きしてるじゃないですか。だけども、RSI の下値抵抗ラインはバチって決まってるんですよ、これ。ということは、このラインめっちゃ重要だと思うんですよね。いつも言うけどさ。うん。 で、ダイバージェンスっぽいんでしょ ?MacD の割れてこない切り下がって、RSI も割れてこない切り下がって、また RSI が上の方に、まあ、抜けてきて、こういった形になってるけど、まあ、ダイバージェンスっぽいんで、さらにやっぱここが重要かなと思ったりするよね。はい、そこ割ったら、あの、下にスルスルスルっていくトリガーが入るよ。っていうところを覚えてて。今のところまだそのバンド奥で、ゲーム関連で言うと、うあのー、カプコンも強いんだよね。うん、カプコン大好きだけど、サブコン 毎回言ってるけど、利益率高いから、やっぱし、はい。カプコンも、ちなみにこんな感じ。今、レッドゾーンね。まあ、あの、理学の手入れとくとこだよね、いったんね。うん。はい。はい。うん。で、任天堂は 1.64%上昇日柄調査入ってるからね。もう高値記事来るんだよね。ここあたりね。高値記事かる。いってまあ、いったは200日ラインかなって感じ。えっと、なになにメット2さんかな ダメ意義はガンガン追い込みかけられてたなって、朝から数字が足らんぞって、えー、っと、部長が足らない人に月末になると電話かけまくってたなって、それしん、あ、それある。わかる。わかる。うん。あるね、それはね。うん。あるね。はい。追い込みが激しいよね。もうお客さんのところが出たら即攻電話しろとか、まあそれはまあ当たり前なんだけど、どうだったかって、まあ数字読んでるからね。はい、支店長とか。うん。 強いよね、ほんとにね。えっと、カプコンはバイオのニュースが出たあたりで全部売りましたって、ああ、材料出尽くしいってことで売ったのか。いいんじゃないですか、それでも、まあ。カプコンは、まあ、いい働きしてくれたよねっていう感じがします、個人的には。やっぱ受給見とかないとダメですよね。うん。えっと、福ちゃんさん、初めてチャットします。米田。米田、この前やったから別にその、あれなんですけど、354さん。 コメダは別にその昨日、昨日かな昨日ライブでやって。はい。これが売ろうと思いますが、どう思うでしょうかお願いしますって。あのー、一つ、あの、アドバイスするならば、迷ってるんですよね。売ろうかな売らないかなって。その時に株数見てみると200貨持ってるわけじゃないですか。100貫売っときましょうそういった考えしてるんだったら、一旦。うん。迷ったら一部利確 これ1つあの考えててほしいんですけど、上がったな、でもここからはあの期待値的なところでいうと、ちょっとわからなくなってきたな、じゃあ一部売っとこうっていう考え方に持ってってもらうとあ、あんまりこう、なんていうかな、迷うことは少なくなるのかなと思います。特に、ただね、100株だけしか持ってないっていうことやったら、話まだ変わってきますよ。 買う100株しか持ってないから、あの、できるだけ高いところで売ろうなってなってくると、アドバイス変わるんだけど、200株持ってるでしょだったら一部売っとけばいいんじゃないのって思っちゃいますけどね、個人的には。うん。一部売って、利益、まあ実利を確保して、で、そしたらその含み益もまたその、実利が乗るわけじゃないですか。含み益に実利が100株にね。残りの100株に。で、それでまたその下がってきたら、例えばその全部、元の水準前下がったらおしまいぐらいの、はい。 そういった方、もう、あの、投げようかなって思うぐらいの気持ちで持っとくとか、できるわけじゃないですか、一部売っとけば。だから、その、百貨部分は、あの、めちゃめちゃ利益取れたけど、百貨部分は、もう、戻る水準まで戻るぐらいま、あの、戻ったら、あの、全部売っちゃおうかな、みたいな感じで。要は、その、百貨部分の利益、パイになるかもしんないけど、それぐらいの気持ちで、握力強く持てるわけじゃないですか。実利出てたらね。それでいいと思いますよ。うん。 弱虫さん、あの、ここで何度も聞いて一部理覚の思考がついたと思うで、て。うん。あの、一部理覚はいいと思いますよ。はい。それでまた違う銘柄をさ、あの、拾いに行ってから、株数集めに行ったりとかでも楽しいじゃないですか。うん。迷ったら一部理覚。そうですね、スケルトンさんね。あの迷ったら一部理覚。で、明日のメンバーシップでも、理覚のポイントっていうところの動画の解説続きやるんでね、みんな。 あの、メンバーさんは21位、明日集合ね。ねあの、今来たばっかしの人いると思うんですけど、この前皆さんに、あの、ビップメンバーさんに話してた再現性のヒント。明日、するので、夜に。はい。あの、ビップメンバーさんは2つあるよってのを覚えてて。ライブがね。うん。トシエスさん、アメリカの高工業生産前月比えー、っと、前回0.0%、あの、0.0%予想が ?0.2%、結果が 0.4%。あ、航行業生産強かったんだね。でも、まあ、あの、ニューヨークダはちょっと湧いしてるけど、今。少しだけね、小幅安っていう状況かな。ビッグさんまだ低いからあれだけどさ。うん。ステスさん、スライスを覚えるのは大事。ねえ。ねえスライスの考え方、ちゃんとその、共有化できたら嬉しいですよね、本当にね。うん。アメリカまであと2分かあって、あ、ほんまりあ,あと2分で米国株開くやん。どうなんだろうね、今晩ね。 銀行株上がってるっぽいけど。えー、っと、米国オープン直前同説3400人、リアルタイム同説ランキング国内36位、世界で219位でした。ありがとうみんなよかったらね、あの、ガンガンね、高評価ボタン押して,てもらえたら嬉しいので、よろしくお願いします。あと、いろんな人にね、もしよかったら周りに投資に興味がある人がいたら、よかったら僕のチャンネルをいろんな人にお勧めしてもらえるとすごい嬉しいです。はい。ちょっと待ってね。ランキング確認しよう、俺も。 ライブランキング。えー、っと、36位。うん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 はい。いい感じだね。ありがとうございます、皆さん、いつもね。はい。えー、っと、ことぶきさん、いいねの数でアンケート行われたか分かるライブですねって、そうですね。はい。 みんなよかったら押しててもらえたら、1146票だって、今。高評価押したねって人が。めっちゃ嬉しい。ありがとう、本当に。えっと、杉さん、銀行株弱いので売って他に資金回した方が効率的でしょうか動かないんだったら他のところに資金を回すっていうのは一つありですよね。考え方としては。間違ってるとは言わないです、全然。はい。間違ってるとは言わないです。えっとね、ニューヨークダウがオープンして、小幅安。 三十三ドリアスです。はい、今、まあ。含み益は幻ですって。そうですね。含み益は幻だね。うん。やっぱその、しっかりと実利確保していかないといけないと思います。はい。だから、一番異いい例がソフトバンクグループでしょ含み益、アリババ、めっちゃ抱えてたけど、全部その今、投げ打ったじゃないですか。ピークから比べると相当安いよ。だから、含み益は幻なんですよね。やっぱですね。実利確定してから初めて利益ですよ。で、S&P500 は、 0.1%、まあそんな下がってない。ナスダック0.3%下落で、ソックス指数は、まああの、小幅に下がってる。で、ビックス指数が17.8で、今まだ低下中なんですよ。こじっかりなんですよね、まだね。うん。はい。で、えっと、今日ね、セクター別で見なくちゃいけないのは銀行株なんだけど、フィナンシャルセクターは今日1.18%上がってます。銀行株強いんですよね。うん。 で、不動産セクターも上がってる。不動産セクターとエネルギーセクター。バリュー、バリューがちょっと強めかなうん。バリューがね。銀行株上がってきたからね。それにつられて上げてくれて、上げてほしいよね。銀行株の上昇に。あの、アメリカの銀行株上がってるから、日本の銀行株も上がるっていう発想になってほしいですよね。で、グロース株とバリュー株は、だよね、だよね。うん。あの、今目先バリュー株が若干強め。 はい、これもう三角持ち合いなんですよね。はっきり言って。もう動くんですよ、上下どっちかに。まあ大体多分ここはこんな感じで。いけると思うんですけど。マックディギ下落というのは形勢なんですよね。あのこれ上がるとグロースカビ,ビで下落するとバリーカビです。上がったところから下がってるんで、あの今日単ー日セ0.2%下がってるから。 今日はあの、バリュー、グロースよりもバリューの方が若干その小じっかりしてるよねぐらい。方向感はない。ほぼほぼ横ばい。グロースとバリューは10日で動いてる今。大体ね。はい。えっと、僕の70歳の知人に、こちらのライブ紹介して一緒に見せたら難しいねって言われちゃいました。当たり前です。はい。当たり前です。簡単な話してないです。はっきり言って。簡単な話してないです。投資初心者さん向けの話をしてないので、 だからチャンネルも飲みづらいです。はっきり言ってね。うん。どっちかっていうと、中級者、上級者さん向けに話してるから、そこはね、あの、チャンネルの特性っすよね。でも、あの、見続けてもらってたら、あの、確実にね、力つくと思うんですよ。うん。ボーイングがさっき言った通り、そのね、材料出てか、らドーンって下がってるんですね。パラボリック、ゲラクトレンド形成で、窓を開けて急落。急落は3日までですね。ストキャー、ー RSI、マック d 依然としてまだ上がってくるようなパターンになってない。うん。 急落は3日までで行きましょうかで。トラベラーズも下がってる。で、テスラが連日、ね、ちょっとその、弱い動き方して決算プレイにも持ち越されてきてるんだけど、もう決算まで動かないです。はっきり言って。テスラも動かないです。決算出てから動いてくるのは。えっと、加賀さん、今年はセルインメアは来ますかねあの意識してます。一応ね。日経平均も上がってるし、今のまんまこの4月、例えば強くて5月相場に入って一旦押されるから、うんぬんかんぬんっことちゃんと意識してます。 蛍きさん、200円スパチャありがとうございます、チキンかもしれませんが、一部だけ今日利格しました、月曜日上がったとしても結果論だと信じたいですって、いいと思いますよ、だって、日経平均が2万8500円まで上がったわけじゃないですか、で直近何3回、2回ぐらい弾かれてるわけでしょ、だからあの今日一部利格の手を入れた、これ、全然ありだと思いますよ、はい、しっかりとその上を目指すための玉を残してるわけじゃないですか、それでいいと思います。 あの、何でもかんでも事前準備ですからね。念のためですからね。あの、上がり続ける相場もう、ないとは言わないんだけど、やっぱどっかで下がるわけじゃないですか。そこに向かって、やっぱり事前に準備できてるかどうかが、急落回避できてくるかどうかの、その、資金石になるわけでしょだったら、その、僕は理学は正義だと思いますね。はい。理学は正義だと思います、僕は。で、えっと、ガーファムは、上がってるところ。ここあたり、JP モルガン。 5.88%急日本株は上がんねえかな、これ、銀行株ね。<laughs> 動いてきたかな、うん。花丸さん、翔さんは配信でめっちゃ投資キーワードを言ってくれるので、意識して言ってるかもです。それを勉強するだけで、初心者でも1ヶ月間以上見続けたらめっちゃ深掘りできる、大丈夫って、うん、大丈夫、1ヶ月見てもらったら、少しずつ上がってくてると思いますよ、はい。意識し言ってますもん。 だってその知っておかないといけないことだからその話のないあの投資用語であったりとか,かあのそういうところに関しては知ら最終的に絶対学ばなくちゃいけないところなんでそれがあの早まるか収まるかなんですよでどっちかっていうと早く学んだ方がいいと思うんですよねそういった用語であったりとかあの倍率のことであったりとか投資主体別の動きであったりとかあのそういったのだってその情報なんだ生きた情報なんだから今言ったことが 数ヶ月後にまだ使えるかどうか、一週間後に使えるかどうかっていうのは分かんないわけですよ。はい。だからしっかりとね、そこあたり覚えながらやってもらった方がいいと思いますよ。だってみんな見てるんだもん。上手い人はね、そこ見てやってるんだもん。見ないでやってるんやったらそれだけ、やそのアドバンテージがでかいわけじゃないですか。だったら早めにそれ学んだ方が得ですよね。はい。って思ったりしますけどね、個人的にね。えっ、ー、と、銀行株も強いよね。 うん。上がるんじゃねえ、日本の銀行株を。で、セティグループであったりとか。えっと、基本的なことを繰り返し言ってもらえるのは本当にありがたいって、ほんまにあのそう言ってもらえると嬉しいです。はい。うん。モルガン上がるのかって上がってる上がってる全部。銀行株全部上がってるよ。で、キャタピラーもあの1.74%。まあ、ボーイングがちょっと足引っ張っちゃってるよね。米国株の。えっとね、米国株の上下に寄与してる銘柄のリストちょっと見るんだけど、 えっとね、えっとね、ボーイングだけでニューヨークダウンを88ドル押し上げてるんですよ。余計だよね、これね。うん。はい。で、一番ね、上昇に寄与しているのが JP モルガン。これがニューヨークダウンを54ドル押し上げてる。で、次にゴールドマンサックス。はい。ここも1.5%上がってるんで、ここで、あのー、30ドルぐらいの押し上げ要因。ニューヨークダウンので。で、上昇ンが、これがキャタピラ、さっき言ったやつ。 これであの20ドルぐらいの上昇。うん、バリュー株がま強いよね、うん。グロースからバリューシフトにちょっとその傾斜してきてるような、そんな動き方してると思います。はい。今はグロースにしろバリューにしろ、銘柄選滅がより大事ってことですよねって、そうですね。時給の悪い銘柄は重たいので、時給の軽い銘柄をつきましょう。で、決算がもう近いわけですよ。で、今日の一株当たり利益が まあ、三、二千、あの、百、二千百円か、まで上がってるんだけど、二千八十三円から二千百円ぐらいまで上がってるんだけど、要はその、受給の悪い銘柄の決算プレイは、確実に、あの、儲かってる、その前に安いところで買って上がってる、上がって,がってたとしても、ま、あの、三割ぐらいは、あの、利確の手入れてた方がいいよねっていうのは、いつも言ってる通りですね。はい。 えっと、トマットさん、バンコオブアメリカのマイケル・ハーネット氏が、リセッション懸念が米国株からの資金流出を促すと見込み、米国外の株式を先行している欧州日本振興市場の銀行株のように、えっと、割安で経済成長に連動する銘柄が、割高な米国株の成長に対してアウトパフォームすると予想したって、へえ、そうなんだ、ありがとう。 そういったニュース出てるってことね数字9さん、スパチャ200円ありがとう。最初からなんとなく買うのと、情報や単語の意味などの土台があった方が、いいスタートになるかと、では、いってらっしゃいって。はい、行っっい行、まね、行ってらっしゃい、プライド。今から今から行くんすかまだでもね。いってらっしゃい。だからやっぱその基礎をあの徹底的にやってるつもりなので、このチャンネルではですね、やっぱちゃんとした土台ないと、その上に立てれないからね。はい。 基礎で、まあまあまあとりあえずその銀行、バリュー株が上がってるよねって感じですよね、今ね。で、えっと、テック系っていうか、その、アドバンストマイクロンデバイス、半導体ですね。まあちょっとその弱かったりとか、NVIDIA はどうなんだろう、今。v i d i a はコアバドだか、0.4%上がってる感じか。でも、これちょっとダイバージェンス出てるからね、5日と25日がデッドクロス組んでくるとちょっと終わりな感じするんですよ。そこのパターンが出てきたらあれだよね。 うん。京満さん、今日は発生に威嚇しました。売ってからさらに上がったけど、残りで上がっていきたいですって。そうですね。あの、残りで目指していきましょう。はい。えっ、ー、と、高見美さん、ボーイングバカ野郎、人株しか持ってないけどって、それやったらよかったですね。一株だけやったら、人があの、関数字じゃなくてから、あの、数字じゃなくてから人になってるけどさ、人弁に。はい。バベットさんも日本株に手出したの最近だしねって、そうっすね。そこで一気にムード変わりましたよね。さすが、その神様。<laughs> 発言のパワーが強すぎるっていうか、はい。一気にその後輩と売り回り銘柄がこう、ガン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 、バリュー株がバン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 上がっていったから、めっちゃ嬉しいんですけど、一株利益ってだんだん少なくなってないって、うん。だん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 その一株当たり利益は減っていってます。だから次にそのソフトバンクの決算であったりとか、その他主力銘柄のその日経平均への強度の高い銘柄の決算が出たときに、 一株当たり利益が少しずつ下がっていくようだったら、今日経平均上がってるけど、その後ちょっと下押し圧力入りやすいよねっていう形になると思います。はい。羽田のシドニー行きはそろそろ出発って。あ、そうなんだ。あの、僕、成田から行ったような気する。当時。安いフライトだったと思うんですけど、羽田から行ってたから。羽田から行ってないよな、確か。うん。あれ、忘れた。当時のことも10年以上前のことだから。はい。 ファストリーのおかげで2万1000台回復って、ニコさん多分ね、まだね、反映されてないと思うんですよね。ファストリーが、もうちょっと見ましょう、は。うん。これ、反映されるタイミングがよう分かってなくて、実は。うん。ソフトバンクループの決算とかもあれなんですけど、これね、これね、日経平均の一株当たり益とかって、 なんかこの、リアルタイムで反,応し反映されてるのかなっていうと、なんか反映されてない感じなんですよ。ソフトバンクグループの決算出て、一株、悪い決算出ました、一株当たり利益がガクッて下がるかなと思ったら、数日後だったんですよね。下がったのが。だから、なんか少しそのタイムラグがあるような感じがするんですよ。ここあたりね、僕はあの、なんていうかな、もっと聞けばよかったんだけど、 あの、投資、投資とかに電話したら教えてくれるんかな ?JPX とか。うん。ハービーさん、決算後の PTS を当てにならないからな。ってそうなんですよね。そうなんですよ。ちょっとね、タイムラグあるっぽいんですよ。感覚的なところで。うん。感覚的なところで、タイムラグあるんですよ。人変わっだから、もしかすると、ファストリーの決算の、要はその影響が出てくるのが、来週に出てくる、なるかもしれない。 うん、来週になるかもしれないってとこだけ、あの、ちょっと注意しながら見ててほしいかなと思います。一かまた力はね。えっと、なになに日経の PR13.56 倍反応は日経の超会に乗ってるらしいって。ん ?13.56 倍反応は日経の超会に乗ってるらしい。ネットでも出てくるよね。CME のサイトからも。今13.56倍でしょそれは出てますよ。それは出てる。うん。だから13.5倍の理論値は抜けたんですよ。 若干ね。あの、これね、あの、訂正するんだけど、今しちゃおっか。あの、日経平均の一株当たり利益が上がったんで、13.5倍の理論値も上がってるんですよ。ここでしょこのデータ、あら、出てきた。えー、っと、これが、ちょっと待ってね、電卓弾く。 13.5倍が何本なのかっていうと、二万八千今日の割りが28,493.47円割ることの、えっ、ー、と、13.56かけることの13.5。28,367円。28,367円。俺何やってんだこれ。人一株対力にかければいいだけや。2,101.29かけることの13.5。28,367円ですね。はい。 ここなんですよ今、上がってるんですよ、昨日あの昨日とくら、きのっていうか、昨日と比べて、許可当たり利益上がってるんですよ、少しね、うん、だから、ちょうどこの抵抗ラインと、まとめ終わってよねっていうところで、止まってるから、そこ抜けてほしいんだけどね、アメリカはまだ、その、怪しい動きはしてないよ、ちなみにビックス下がってるから。 あの、これ、ビックス指数のリアルタイムの動きなんですけど、これ下がってるので、ビックス指数は強いです。はい。強いっていうのは、あの、下がってるってことね。あのー、知らない人は知らないと思うんですけど、ビックス指数は下がると株上がりやすいんですよ。で、ビックスが急騰すると株は急落しやすいんですよ。で、そのトリガーが MacD です。はい。えっと、松圏 M チームさん、えっと、スパチャ NT ドルで、ニュージーランドってことこれ、150ドルありがとう。3年弱の台湾での、香港ドルか。えっと、3年弱の台湾での仕事を終えて、 明日帰国です。おめでとうございます。よかったね。よかったのか台湾も面白そうだけど。こっちは毎日拝見させていただいて少しは力がついたと感じます。また、有意義に過ごせましたと。明日、日本でも引き続き勉強させていただきます。小学ですが、旅の足にして、足にどうぞとありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> 本当その、お気遣いいただきました、ね。ありがとうございます。でも、3年弱長いっすね。まあ途中、ところどころで日本に帰国とかもされてたのかなっていうふうに思うんですけど、 お疲れ様でした、お勤め。海外での、はい。いやー、でも海外で住みたいな、また。うん。あ、そう、だからそのビッグ指ス下がってるから、あの、MacD のデッドクロス継続なので、米国株はあの強いです。はっきり言って。これが継続されてるようになったら強いです。これが明確に、青のラインが切り上がって、オレンジのラインとクロスしたら、予約する可能性は高まるけど、 今のところ、そういった怪しい動きは出てないよね。だから米国株も上がりやすいよねっていう状況かな。ビックス下がってるんだから米株もっと上がってって、キャメさんね、上がってほしいっすよね、うん。S q は関係あると思いますか今の段階だったらあんまり関係ないかなという感じですね。だからその爆撃戦略3の動画を見せて,てもらったら分かると思います。そこに関しては。爆撃戦略3の動画ね。 そこにすべての答えが書いてあるので、はい。それ見てもらったらね、あの、わかると思いますよ。めっちゃ重要なこと話してるから。今日ツイッターの方でもみんなの方にツイートしてると思うんですよね。爆撃戦略123の。あ、ちょっと待って、メディアブルのメンバーさんになった方誰今、サポーターが増えましたって通知が今来たんですけど、よかったらその、あれ。 一言、チャットの方に、あの、入りましたってことを入れてもらえたら嬉しいです。そしたら僕、あの、お名前を覚えることできるんで、で、メンバーシップ検討してる人がいたら、よかったらね、ライブ中に入ってもらえたら嬉しいです。今のところね、あの、ライブ中に3人入ってるんですけど、し新しいメンバーさんが、うん、名前覚えられるんでね、よろしくお願いします。あと、クーポンもあるんでね、はい、概要欄の上の方チェックお願いします。えっと、ダウスプラスだって、うん、銀行株強いから、そこに引っ張られて上がってますよね、ダウが。ボーイングだけ足引っ張ってるのは。 5円だけ。でドル円は133円の前半。まあまあまあ。冷やしてみるともう横横の動きかな。FX やってる人にとったらね、1円ぐらいパーンって上がるのってやっぱしでかいと思うんですけど、うん、株の視点から言うとまあ少しチャート上で見るとちょっと上がってるぐらいですよね。で、で、で、で,で、で、欧州の株。ユーロストックも強いと。ユーロ買いが入ってるからめっちゃ強いっすよ。 なんかバンドウォークになってきそうな感じだもん、これ。ストーキャー機能不全なんで RSI 重視。ドイツダックス0.56%でまた1本上がってきたでしょイギリス FTSE も上げ。1目の上限抜けてきて、まあ、あの上昇トレンドがパラボリック1目、MACD の3つ、はい。欧州強いんですよ。欧州強いんだったら日本からまあ強いよねっていう理論になるのかなやっぱし。さっき言ったけど。うーん。 ナスも上がってきてますねって、ソースでナスタックも上げてきてますね。ナスタックは、ここの、100日との、ここのゴールデンクロスが入りそうな感じになってきてるんで、入ってくると、その後面白い展開に繋がりやすいんですよね。ププリンさん、日経先物上がってるって上がってるで。うん、上がってる。59円だか若干上がってきた。ちょっと目先の加熱感でできてるけどね。うん。 あ、でもその28,500円あたりはやっぱし重たいから、確実にここのラインでは一部売りの手は入れておきたいよね。っていうところっすよね。上がったら上がった時はい。事前準備なんで。今まで何度もはあの弾かれてるところだったら、一部あの、ここからもし上がったとしても、利益確定の売りは、あの、数十パーセント入れておくっていうのは全然ありだと思いますで。で、残りで上試しに行きましょう。需給悪いんでね。需給悪いんでね。全体的に。はい。 あとはまあ、決算、決算シーズンっていうところもあって、まあそこのを乗り越えられるかどうかっていうところだと思います。はい。はせお先輩さん、日本半導体株も頑張ってくれって、半導体株が良いもんね。えっと、アイビーさんからメディアブル会員になりました。よろしくお願いします。といらっしゃいいらっしゃいさっきの方らですよね。今さっき入られた方。クーポン使ってくれたんですかね。よかった、それやったら。うん。いらっしゃい。一緒に頑張っていきましょう。 人さん、先週からメンバーに入りましたって。あ、一緒に頑張りましょうね。名前思いましたんで。はい。えっと、トロロ、トトロ UX さん。私も先月 YouTube メンバーからメディア部に変わりました。クーポンありがとうございますって。あ、よかった。使ってくれたんやったら。うーん。クーポン使ってくれた方が安いっすもんね。月曜日どうなるかな。銀行株どうなるかですよね。とりあえずね。銀行株。どこだ銀行株。16番。 えっと日本の銀行が三井住友0.33%上がって三菱 UFJ は下がってまああの弱い動きをしてたんだけどアメリカの銀行株が動き始めたんやったら、まあ、連動しやすいよねっていうのはあると思うんですよね。うん 銀行株なんかその物色の手入りそうだよね。JB モルガンとか7%上がってきてるもん。バーンって一気に。うーん。あせよ先輩さん、やっぱりヘッジ入れとくべきですよね。マジで荒かしたなと。ヘッジ、ヘッジっていうのは売りを入れとくってことですかあの、売りを入れるかどうかは、あの、そこはあの自己判断でやってください。推奨してないんでね、僕は。マーケット全体を押したいわけじゃないから。下げたいわけじゃないので、 そこはその自己判断でやってほしいなっていうふうに思うんですけど、一部、あの、売りの手を入れて、理覚して、残りで、あの、やるっていうのが、あの、いいのかなと、安排なのかなって気がします。一部、理覚の手を入れておくとね、やっぱりその余裕が生まれるんでね。で、いざ下の方にドーンって来た時でもすぐに対応できるから、確実にそこあたりはやっててもらった方が僕はいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、でも人それぞれではね、そこあたりの考え方もね、やっぱし、うん、あらちょっと待って。 はい。そんな感じがします。ごめんなさい。えっと、SN、S、さん、メンバーシップ検討中です。メディアブル会になると YouTube の限定動画を見れますかあの、全部見れますよ。あの、YouTube とメディアブルは同じことやってるので、はい。そこは大丈夫ですよ。アンケート出しっぱなしだった。アンケート終了しよう。<laughs> 大丈夫です、それは。んユーロ株高は資金の投資先になってるんでしょうかいや、そういった感じじゃなくて、まあ、ユーロを まあただ単にもう普通に買われてるよねみたいな感じでいいと思います。まあ、だって米国株も上がってるし、資金の投資先にユーロが選ばれてるというよりも、今全体的に上がってるじゃないですか。ユーロだけ上がってるって感じじゃないですからね。アメリカも上がってるし、日本も上がってるし、欧州も上がってるし、全部あのリスク資産上がってるじゃないですか。だから別にその、欧州だけ買われてるってわけじゃないと思う。うん。はい。 業保険申請件数増えても結局は経済は予想よりちょい強いのかって、ニコさんね、どうなんだろう、今日さ、あのツイッターの方でツイートしたんですけど、なんかその、ね、し経済がさらにその鈍化すると、うんぬんかんぬんという記事があの、企業の収益が予想以上に下がるかもしれないうんぬんいう記事が流れてたじゃないですか。まあ、ちょっと気になったんで、みんなにツイートしたんだけどね、そのニュースを。え、どうだったっけな、サンドピー500種、全 企業の23年のの年年利利益、ね、23年の利益大幅な下方修正に見舞われるんじゃないかって、バンクオブアメリカが一応レポート出してるんですよ。まあ、詳しい内容はツイッターの方に載せてるから、僕のツイッターの方から確認してほしいんですけど、気,あの気になったらね、その記事がね。はい、ケンジじいさん、うさん、今後のドル円の展望をお願いします。円安方向に行きますか ?140 円までまた行くことはありますかいや でも金利の、アメリカの金利の上昇も一服してますからね。あやって5月で遅っししまいっていうか、0.25%っていう感じで一応言われてるじゃないですか。アメリカの金利上昇は一旦もう止まってますもんね。まあ、まあ、上がってるけどね。あの、4.08%でしょ。で、5年債で、あとその10年債とかじゃないですか。で、あの、債券って5月に変わりや,やすいんですよ。債券って5月に変わりやすいんですよ。 あの株は5月に、あのセルイン名という相場格言があるから、株は5月に売り抜けろ、売った株から債券に運用シフトしろ。っていうのがあの、そのセルイン名の相場格言の意味なんですけど、はい。 三崎つばささん、一週間ほど前から6ヶ月クーポンでメディアブルメンバーになりましたトレーディングビュー、使い方は動画ありますか無料、出してるよ。うん。出してる出してる。それ見とってください。チャンネルホームに行ってもらったらその動画あると思います。はい。だから、あの、5月って債券変わり、債券に資産が、まあ、資金がシフトしやすい月なんですよね。例、あの、通年、例年で言うと。相場格言があるんだから、それだけの。 ということを考えると、あの、再建いが入っちゃうと、5月に金利下がっちゃうよね。金利下がったら、あの、日米の金利差がどうなるのかってところを考えると、まあ、まあまあ、まあ、どっちかっていうと、円買いになりやすいのかなと思ったりしますけど、そこあたりみんなどう思いますなんかその、もうセルイメの時期なんですね早いって、そうなんですよ。JVJ さんね。うん。はい。 ヒーローさん、初コメです。先週からメディアメル会になりました。よろしくお願いします。た。ヒーローさんいらっしゃい。あのー、名前覚えたんで一緒に頑張っていきましょうね。はい、一緒に頑張っていきましょう。えっと、メ,リメルカリ売り上げでビットコイン買ってみようかなって。<laughs> まあ、まあ、そこは否定せんけど。はい。あのー、仮想通貨はボラ高いので、やるときは気をつけてくださいね。あと、税制上の問題も違うから、やっぱし。はい。分離課税じゃないので、 やっぱその所得、ま、あでも所得の金額が、そもそもあんまり、あの、マックス税率で半分ぐらい持ってかれるけど、それってやっぱし、その、1億とか稼いだらそんだけかかっちゃうからね。うん。普通にその所得が、ねえ、どんぐらいだろう。えー、っと、いくらあったっけまあ、900万ぐらいならば年間の所得かね。それだったらその20、えー、っと何、何やったっけなえー、っと、ントやったっけ 税金がまあ、割だから、あとはその住民税とかいろいろ引かれて、まあ、30%ぐらい引かれるぐらいで済むんですよね。うん、っていうぐらいですよ。まあ、税制の上のところ、ちょっとちゃんと考えながらやってくださいね。確定申告せなあかんからね。あとは、ねはいえっとポロリンさん、高島屋を1932円で2000株購入しました今日決算なのですか、分析お願いしたいです、無理です。はい、決算後の動きは PTS 見てください。うん あの、決算後の動きを予想すると言われても、それはちょっと、PTS 見ました一応下がってますよ。0.41%。はい。一応下がってますよ。そこを見てからやっていきましょう。日本が金利を1%上限まで上げるかにもよりそうって、あの、日本の金利が動くんだったら、円高ですよ。01だから。はい。01だからね。うん。はいとこが、そこ、仮想通貨の税金分離課税になってほしいってね。 もうあれだよね。もう、税金取りに来てるもん。うん。日本が。遅すぎる、遅すぎるっていうか、なんていうか、意味わからないっていうか、ぜ、全部税金、税金、税金じゃないですか。送りもその税金ばっかでしょ今考えてるのって。もう最近さ、キシーの話題とかさ、あの、なくなってきてるけどさ、もうどう、どう思います皆さん、ここあたりの問題。 もう、増税、増税、増税でやめてほしいっすよね。で、ビットコインも、まあもう、なんていうか、実質なんかそういった感じじゃないですか。もう税金取りに来てるみたいな感じだと思うんだよね、個人的に。はい。ニコさん、失業率一番高いのが、 ネワダ州ってことは、カジノエンターテインメント産業が戻ってないのかな、オートメーションが済んでるのかって分かんない、そこあたりに関しては、あんまりあれなんだけど、JP モルガンプラテンして嬉しいって、よかったね。よかったね。戻ってきてくれるんやったら。インボイスも始まりますしねって。そうなんですよ。インボイスも始まるからね。うーん。ちょっと、ちょっと考えてほしいよね。 なんか、一気にまとめてやってやろうかな感がすごいし、あと支持率がなんでか知んないけど上がってるっていうところもあれだし、はい。えっと、フライングフィさん初心者ですが、ご質問です。はい、どうぞ。米国金利は今後下がるはずですが、そうですね。上がったら下げられますもんね。TLT や EVD が下げてるのはどんな理由なんでしょうか。ごめんなさい。僕、TLT や EVD っていうのはわかんない。それ、それ自体が。あの、ETF。あの、僕、あんまり ETF やらないので、 あれなんですけど、はい。どっちかというと、個別株が好きなので、個別株が。TLT で EV? なので、その質問に関しては、あんまり答えられない。もうちょっとなんか、その、わかるように言ってほしい。TLV?TLT?I share 20 plus y e a r s r e a s u r e bond ETF? あの、再建の ETF か。20年債ってことこれ。プ r e a s u r e bond ETF でしょ 米国債の ETF だよね。はい。下げているのはどんな理由なんでしょうかどんな理由なんでしょうか債券の ETF が下がってるのはどんな理由なんでしょうか金利が上がっていける、上がってるから債券単価が下がってるんじゃないですかわかんないけど。うん。えっと、TLT。債券 ETF でしょう,うん。金利が上がってるからじゃないですか。 金利が上がってるから下がってるんですよ。若干ね。はい。債券2万円が上がってるから価格は下がってる。そうですね。そうですね。だから、あのー、僕は揮発債っていうか、そっちの方がいいと思うんですけどね。ピュアな債券の方が。もうようわからへん。なんでその債券型の投資信託あるのかって僕、ようわからないですけど、うん。いや、もちろん、ここから金利が下がってくるならば、まあ、長期的に言うと、もちろんその価格は上がってきますよ。 こータりの ETF のね。上がってくるんだけど、まあまあ確かにね、上がってくんだけどね。うん。どうなのかなって感じはしますけど。どっちかっていうと、僕その金利、値上がりっていうと、あの、キャピタルゲインよりもインカムゲインの方が好きなのでやっぱし。体験利回り高いからね、めちゃめちゃ。はい。毎月配当かって、毎月配当これ。毎月、パーセンテージ知らないんだけど、 えっと、普通ならでも起きてもおかしくないくらい税金上がってる気もするけどって、だからその税金の勉強しないからっすよね、ほんとにね。うん。増税の100人って、あ、出てたね、今日ニュースで。なんで、世界の100人でしたっけ なんかそんなのがこうバッて出てきたけど。えっと、ゲーム大好き、スカイさん、ミシガン大学消費者信頼指数、4月速報結果、63.5予想、えっと 62.、62.0、予想を上回ってきたんですね、信頼指数がね。なるほどね。んジャキさん、税金高くてもいいですが、えっと、現役世代に還元されてない感じがいけてない気がしますね。還元率悪いですもんね、日本ね。 いや、だっておかしくないですかあの人、あの,あの僕たちへの還元率、あんだけ税金取ってからさ、使われてるかって言ったらさ、あの、還元率が全然少ないっていうか、他の他国見ると還元率高いじゃないですか。還元率が。まあ、教育の面であったりとか、まあ、社会保障とかなのかなあの、そこあたりあんまりあの詳しくはしわかんないんで、知らないですけど、 還元率て言ったら全然低すぎますよね。何に使ってんだこいつらと思うもん。変な、あの、ものを、あの、アメリカから買ったりとかね。他の国にばらまいたりとか。ようわからへん、俺は。ようわからへん。そんな、あの、他国にばらまく金がないよったら、まずその国内のやつ、ところにその、注力したらええのにと思ったりするけど。なんであんなにそう、数千、まあ、ん数千億っていうか、まあ、何兆もさ、 あの数千億も一つの国とかにその支援することできるのになんで日本のなんかその少子高齢化を止めるためにもうこうバッて出さないのかなってお金をと思ったりするもんでそれを出すためになんか増税せなあかんとかってようわからんあの議論かましてるじゃないですかうん何なんかなと思ったりしますけどねはいえっと白銀の資産一度増税したらもう下がってこない下がってこないね下げれないね、うん、だって下げたらクビでしょもう降格じゃないですか 人事制度から言って。はい。で、えー、はい。だって、その、増税とかにできたら昇進でしょだったら逆は降格っすよね。<laughs> できないでしょ誰もそんな、その自分の首絞めるようなことしたくないでしょ給料も減るだろうし。はい。えー、っと、ケイノさん、バイクも車も走行税とか影響大ですなって、でかいっすよね。そこあたりのやつも。どうなってくるのかなと思って。 見てますけどね。日本の政治家は国民のためではなく国益のためにやってるからなって国益のためにやってるのかうん、えー、分からへんそこに関してはいやまあ分かる分かるとか分かるけど安さん海外支援はドル建てで大量に抱えた米国債が使えるからみたいな理由はあるらしいですってへえそうなんだおいそのあのー 大量に抱えた米国債が使えるんだったら、何なのっていう感じだけどね。もうね、小値の話題はね、もう本当にもう止まらないですよね、一回始まったらね。えー、っと、米国株はあの若干下落に転じてきてる、でも直近高値圏内で動いてるんで、まあ、さほどその大きな下落ではないので、ね、昨日大きく300ドルぐらい上がってるから。 そこまでその、あれだと思う。で、サンドピン500であったりとか数、ビックス数ビックス数下がってるから、まだここ見たら大丈夫だよねって感じですよね。というわけで皆さん、今日のライブ配信はこれで終わりたいと思います。あの、今日2時間やったんでね、ライブ配信ね。で、とりあえず明日、マーケットの解説動画をまた、14時ぐらいに出す予定なので、も14時ぐらいかな、14時に出すので、皆さん、その、そこ必ず見とってください。 よろしくお願いします。で、メンバーさんは明日の9時からメンバーライブで、で、プラス VIP さんはこの前言っていた、あの中、内容の再現性の頻度をするので、この前そのライブ中に言ってたと思うんですよ。この、こういった再現性のヒントするよっての。それをしますんで、あの、21時と22時でやる。 21時に通常のメンバーライブによって、あの再現性のヒントは22時。で再、再現性のヒントに関しては土日しか見れないので、あの VIP メンバーさんは必ずそれまでに見とってくださいね。よろしくお願いします。というわけで皆さんお疲れ様でした。撤収お疲れ様です。